はい、それでは始めていきたいと思います。それではですね、CLC ゲノミクスワークベンチハンズオントレーニング RNA シック編の方を、開始していきます。私、株式会社キアゲン、プライドアドバンスゲノミクスの宮本と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、まずはじめにインターフェースの説明と、それからデータ管理についてお話をさせていただきまして、その後データインポート、それから QC、クオリティチェックとトリミング、そして後半でですね、RNA 解析、発現差解析、それからインジェニティパスアナリシスを使いました、パス解析のご紹介と、ブラスト2-5のご紹介を簡単にさせていただきます。まずですね、ゲノミクスワークベンチのインターフェースの方を簡単にご説明させていただきます。左上のですね、ナビゲーションエリア、こちらがですね、データを保存する場所になっています。今ですね、現在皆さんおそらくインストールしたばかりの状態ですと、この CLC アンダースコアデータ、こちらのホルダーのみになっているかと思います。そして、この左側のところですね、こちらがプロセスとですね、それからツールボックス、そしてセバリットというものになっています。こちらですね、何か処理を行いますと、今ちょっと処理が出ていますが、解析処理のプロセスが表示されるようになっています。そしてツールボックス、こちらの方にですね、様々な解析用ツールが入っていると。このプラスボタンを開くと、さらにツールを見ることができるようになっています。そしてセバリットですね、今日は特に使わないんですけれども、よく使うツールがですね、こちらに表示されたり、お気に入りのツールを登録しておくことができるようになっています。そしてこの右側のところがですね、結果を表示させる場所となっています。こちらですね、ナビゲーションエリア。こちらでですね、データの保存、管理を行うわけですが、取材式検査のデータというのはですね、往々にしてかなりサイズが大きくなってくることがほとんどです。ですので、最初にですね、データをインポートして解析を始めるときに、どこのドライブにデータをインポートするのか、というのをですね、意識して行っていただくようにしています。ゲノミクスワークベンチの中ではですね、一番上の階層のフォルダーのことを特別にロケーションというふうに呼んでいます。そしてこのロケーションでですね、データ保存の場所、それが D ドライブなのか E ドライブなのか、ネットワークドライブなのかというのを設定してロケーションを作成することができるようになっています。そしてこのロケーションの下のですね、フォルダー、これがですね、フォルダーというふうに呼ばれているものになります。これそれぞれですね、ロケーションとフォルダーを作成するツールがですね、違うものになっておりまして、このナビゲーションエリアの左から2つ目のアイコン、これがロケーションを作成するためのアイコン、ツールになっています。そして左から3つ目が、このサブフォルダーのようなフォルダーを作成するアイコンになっています。今日はですね、皆さんこの CLC アンダースコアのデータのところにデータをインポートしていただければ大丈夫なんですが、簡単にですね、どんな風に作成するのかというのをお見せしたいと思います。こちらですね、左から2つ目のアイコンをクリックすると、こんな風にですね、新しいロケーションを作成しますよというメッセージが出てきますので、こちらはですね、OK をしていただいて、今日もですね、簡単に何か新しいフォルダーの名前をですね、作成すると。今はですね、この私、マイドキュメントの中に入れていますが、こちらですね、追加をしますと、こんな風にですね、Today Location、今作ったフォルダーがロケーションとして現れてきます。そしてこのロゴが一つ入っていると。そしてこのフォルダーのところにですね、マウスを当てていただきますと、こんな風にですね、今作ったフォルダーの場所がですね、出てきます。デフォルトではですね、CLC アンダースコアデータというフォルダーは、ログインしているユーザーのホームディレクトリ直下にできるようになっています。こんな風にですね、このコンピューターはちょっと C ドライブしかないんですけれども、D ドライブ、E ドライブ、またはネットワークドライブ等ですね、自分が書き込みできるディレクトリを設定して、新しくロケーションを作っていくというようになります。こちらロケーションの方はですね、また後で説明の方を補足させていきます。そしてですね、今日のデータなんですけれども、今日は RNA-seq 解析ということで、発現差解析のデモデータの方を使っていきます。あらかじめですね、皆さんにダウンロードしていただいた ZIP 形式のデータなんですけれども、そちらの方をですね、インポートをして、まず準備の方を始めていきます。
今日ですね、すでにいくつかですね、ゲノミクスワークベンチの中で解析をして、データを少し小さくしてある、染色体1本分のデータにしてあるデータを使って、解析の全体の流れをですね、まず掴んでいただくというふうに予定をしています。データのインポートなんですけれども、インポートのアイコンをクリックしまして、スタンダードインポートというところ、こちらをですね、クリックして、ファイルを保存、ダウンロードされたファイルを保存していきます。インポートしていきます。今日のトレーニングなんですけれども、まず私の方でですね、スライドを使ってどういう画面が出てくるのか、それらのパラメータの説明等を行いまして、それから私の方で操作をお見せして皆さんに実行していただくというようになりますので、慌てずにゆっくりやっていただければ大丈夫です。データのインポートの方ですね。このインポート、こちらのアイコンをクリックしまして、スタンダードインポート。まずこちらの方からですね、トレーニングでダウンロードした、Apple トレーニングデータ .zip、回答しないままで大丈夫です。こちらの方のデータを使いまして、インポートしていきます。このインポートですね。で、Next と。そして CLC アンダースコアデータ、こちらをですね、そのまま選択をしてフィニッシュとしていただきますと、こちらですね、プロセスバーのところにですね、新しくこういったジョブが出てきます。そしてアンジッピングというようなメッセージが出てくるかと思います。これで少しあと時間が必要ですので、こちらの方ですね、特にエラー等になっていなければ、このまま少し説明の方を進めていきます。もしですね、何かエラーが出るようなことがありましたら、トレーニング会場にいる方にお知らせください。こちらですね、インポートされたデータというのはですね、このようなフォルダー解像になっています。今私の方もインポートが終わったようなので、見ていきます。ここですね、Apple トレーニングデータ。このプラスボタンをですね、開いていただきますと、Apple リードデータも開いていただきますと、このふうに、リーフ、それからルート。これですね、今日は、リンゴのですね、カラムナーアップルツリーというリンゴの種類のデータと、それからですね、山椒ゲノムではゴールデンデリシャス。現在リンゴはですね、ゴールデンデリシャスのみがリンゴゲノムが解読されていますので、それの染色体16番のデータを使いまして解析を行っていきます。そしてですね、すべてのデータの解析をですね、一年のために処理済みのものをこちら RNA-seq processed というフォルダーに用意していますので、もし途中でですね、コンピュータのスペックが足りなくなって計算処理が終わらなかったりですとか、ちょっとですね、保存容量が足りなくなったっていうの場合には、こちらの方を使っていただけるようにしています。で一つですね、こちらの LEAF1 というデータを使って今日は解析の方を行っていきますが、それほど大きなデータサイズではないので、おそらく大体の皆さんのコンピューターのスペックで解析が行えるんではないかなと思いますが、何かトラブルあった場合は、こちらの処理済みのデータを使って解析の方を進めていただくことができるようになっています。それではですね、今回ですね、このデータなんですけれども、デモ用のデータということでですね、あらかじめ、シーケンスのデータをですね、インポート済みのものを一旦ゲノミクスワークベンチに取り込んで、それをさらにですね、エクスポートした形のもので、皆さんに用意していますが、実際にですね、インポートするときの、インポートの画面や、パラメータについて説明していきます。かなりですね、ちょっとサイズが大きくなりますので、今回はデモデータを簡単にインポートするさせていただきましたが、実際のですね、リードデータのインポート、こちらはですね、このインポート、スタンダードインポートの下にですね、こうずらっとありました専用のインポーターを使って行っていくようになります。シーケンスのタイプごとにですね、ロシュ、イルミナ、ソリッド、それからサンガ、4トレントといったように、専用のインポーターの方を用意しています。そしてそれ以外にですね、最近ですとマッピングされたファイルがですね、シーケンサーから出てきたり、またですね、オープンソースの方でのマッピングでツールでですね、マッピングをして、その後のデータをインポートしたいというような場合もあります。そのような場合はこのサムバンマッピングファイルからインポートすることが可能になっています。そしてその他ですね、アノテーションファイルのインポート、こういったところは、こちらのトラックというところからインポートすることができるようになっています。これがですね、3番ファイルのインポートですとか、トラックの方のインポートについては、後でまた説明をしていきます。まずですね、イルミナのですね、インポーターを例にとりまして、簡単にインターフェースの説明の方をさせていただきます。
このですね、インポートのイルミナというところをクリックすると、このように、インポーターが起動するようになっています。そしてですね、インポートの方、まずインポートしたいファイルをですね、選択していただきまして、もしですね、データがペアの場合は、ペアかどうか、ペアにチェックを入れると。で、ほとんど使うことないかと思うんですけど、ディスカードリードネームやディスカードクオリティスコアというのは、リードネーム、これはですね、シーケンサーメーカーが、リード一本一本にユニークな ID のような名前を付けています。それを、削除するかどうか。これを捨てることでですね、若干、保存領域を小さくすることができるので、そのようになっていますが、意外と後で、各リード一本一本に戻ってチェックすることがありますので、捨てないことをお勧めします。それからこちらクオリティスコア、このオプションもですね、同様にディスク容量を、保存容量を減らすというために作られていますが、ほとんど、このクオリティスコアも後で解析に必要になってくることがほとんどですので、捨てないままで置いてください。そしてですね、ペアを選択した場合には、こちらのペアードリードインフォメーションがアクティブになりまして、ペアエンド、それからメイトペアの距離を設定するようになります。これはですね、フラグメントのサイズ、読んだフラグメントのサイズをですね、ぴったり同じというわけではないので、ある程度幅を持たせて、ミニマムとマキシマムで設定をするようにしてください。こちらインポート時点で設定をしていますが、インポート後に変更するということも可能になっています。そしてですね、イルミナの場合ですね、古いバージョンの、古いデータをですね、インポートする場合、少しですね、クオリティスコアのスキーマが違っていますので、古いバージョンの場合は、ここから、昔のバージョンのスキーマを選択することができるようになっています。で、このような設定をですね、行いますと、次に、保存のですね、オプションを聞かれるようになります。この保存のオプションのところではですね、保存、into separate folder というものがありますが、これはですね、例えば、複数、10例分のデータを一気にインポートしたいというような時ですね。そのような時には、複数のファイルを選んでいただいて、この into separate folder にチェックを入れていただきますと、ファイルがですね、個別に、別々にインポートされて、自動的にフォルダーが作成されるようになっています。大量にですね、バッチ処理をしたりするような場合に、データがフォルダーごとに入っている方が便利になりますので、たくさんデータをインポートされる場合は、基本的にこの into separate folder にチェックを入れて、保存するというふうに覚えておいてください。それからですね、この最後の画面もほとんど、ゲノミクスワークベンチのウィザードの一番最後共通画面になっているんですが、ログを開く、ログファイルを見るということが、チェックを入れると可能になっています。そして、イオントレントの方ですね。イオントレントの方もほとんど同じようなオプションになっていますが、少し違うのがですね、ファイルフォーマットがファスタキーフォーマットと、それから .sfs というファイル、こちらの2種類が選択することができるようになっています。そして、イオントレントの方もですね、保存のオプションは同じになっています。でですね、こちらちょっと注意点といいますか、最新のですね、イオントレントのソフトウェア、トレントスイートではですね、マッピング、リードデータがですね、ファスタキーフォーマットや SFS フォーマットではなくて、BAM ファイル、Unmapped BAM ファイル、または参照配列、ゲノム配列を選択している場合には、マッピングされた後の Mapped BAM というファイルで出てくるようになっています。ゲノミクスワークベンチの中にですね、これらのアンマップドバムをインポートする場合、マッピングされていないリードデータとしてインポートする場合は、デモデータをインポートした時と同じスタンダードインポート、こちらからインポートすることでリードデータとしてインポートすることが可能です。でマッピング済みのファイルについては、サムバムマッピングファイル、こちらからインポートすることができるようになっています。ではですね、マッピング済みのファイルについて、リードだけ抜き出してインポートしたいというような場合もですね、スタンダードインポートを選択していただければ、リードの状態でインポートすることが可能になっています。そしてですね、次にですね、ゲノムのデータですね、今まではリードのデータ、シーケンサーから出てきたリードのデータの説明でしたが、今度はですね、ゲノムのインポート、ゲノムの情報も必要になってきますので、ゲノムのインポートについて説明をしていきます。ゲノムのインポートはですね、このゲノミクスワークベンチの右上の方にあります、このダウンロードアイコン、こちらのところから出てきます、ダウンロードリファレンスゲノム、こちらでインポートすることが可能になっています。少しですね、
ね、こちらインターネットにつながっていないと、確認できないので、もしインターネットにつながっていない場合は、私の方の画面を見ていただければ大丈夫です。こちらもですね、ひとまず、今回はもうすでに、このゴールデンデリシャスのゲノムをダウンロードとして、小さくしたものをデモデータとして用意していますので、このステップの確認だけという形でご紹介させていただきます。ダウンロードリファレンスゲノムですね、クリックしますと、各ですね、公共のデータベースに今、自動的にアクセスをするようになっています。そしてですね、主要な生物についてはここから選択することができるようになっています。ね。ですね。そして、例えばですね、人のデータで NEXT を選びまして、次にオプションが2種類出てきます。一番最初にゲノムをインポートするときには、このダウンロードゲノムシーケンス。例えばですね、すでにあるゲノムについて新しいアノテーションをダウンロードしたい、というような場合には、この Use Existing Genome Sequence Track というものを選びまして、インポート済みのリファレンストラック、これインポート済みのゲノムを選択するというようになりますが、今ですね、新規でダウンロードする場合を選びまして、Next と。そうするとですね、これ、アノテーションのリストになりますが、ここは少し選ぶ生物種によってどういったアノテーションが利用できるのかというものが変わってきますが、必要なアノテーションをですね、チェックを入れてダウンロードをするというようになります。で、トータルのですね、ダウンロードサイズがこちらに出てきます。で、結構ですね、大きい、非常にサイズが大きいものもありますので、必ずこちらチェックしておいて、コンピューターにですね、十分な空量があるかどうかですね、確認をして、からダウンロードするようにしてください。で、ここですね、バージョン、それからプロバイダー、こちらですね、アンサンブル、UCSC と CBI、それぞれ出てくるようになっています。そして保存と。今日はですね、特に保存はしませんが、このような形でゲノムのデータはインポートすることができるようになっています。こちら、今の説明ですね、スライドの方にも入れています。その他にですね、例えば、今紹介しましたこのダウンロードリファレンスゲノムでは、ないようなゲノムやアノテーションをインポートしたい場合どうするかと。その場合ですね、ゲノム基礎学ベンチの中から直接 NCBI に検索をかけることができるようになっています。こちらですね、ダウンロードメニューこちら以外にもですね、こちらのダウンロードメニュー、こちらからも同じメニューが出てくるようになっていますが、こちらをですね、NCBI に行ってですね、例えば何か生物種ですね、まだ名前を入れたいですとか、さあですね、まあ、もう少し詳しくですね、分かっているような場合ですね。アピエンスにして、これ2つですね、何か入れることもできるようになっていますので。で、見ることも、でですね、必要な時で、そういったものをですね、選んでダウンロード&セーブというふうにしていただくと、これらをダウンロードすることができるようになっています。の方もスライドの方に入れております。次にアノテーションですね。ダウンロードゲノムからアノテーションをインポートするということも可能です。NCBI からですね、ダウンロードして、通常ですね、NCBI のファイルは .gbk、ジェンバンクフォーマットのファイルをインポートするようになりますので、ゲノムとアノテーションが一緒になっているファイルをダウンロードすることができますが、例えばですね、パネル、アンプリコンでですね、パネルのようなデータをインポートした場合ですね、ゲノムのアノテーションというよりは、どの領域をシーケンスしたのかといった領域のファイル、ベッドフォーマットのファイル等をインポートしたいと、そういうようなニーズが出てきます。そういった場合はですね、トラックのインポーターを使ってですね、様々なアノテーションをインポートすることが可能です。現在ですね、こちら、VCF フォーマット、GFF、GTF、GBF、それからベッドフォーマット、レギュラーフォーマット、コンプリートゲノミクスのバーファイルや、UCSC のバリエーションテーブルのダンプファイル、それからコスミックのバリエーションデータベース、こういったものをですね、インポートいただくことができるようになっています。それ以外のフォーマットでもですね、もしインポートしたようなものがありましたら、サポートでご連絡いただいて、何か方法を考えるということも可能です。で、こちらですね、アノテーションのインポートはですね、インポーターのトラックのところからインポートできるようになっています。
ちらをですね、クリックいただきますと、ファイルフォーマット、先ほど説明しました、ベッチャ GFF といったフォーマットを選んでいただいて、インポートするファイルを選びまして、こちらは忘れやすいんですが、リファレンストラック、リファレンスとなっているのは大体ゲノムのことを指しています。ゲノムのファイルをですね、インポート済みのものを選択するというようになります。ですので、あらかじめですね、対象とする参照配列、ゲノム配列がインポートされていることが前提となりますので、アノテーションするときには、そのアノテーションを紐付けるゲノムを先にインポートしておくようにしてください。それではですね、少し講義が長くなりましたが、これからですね、実際にハンズオンでデータ解析の方を行っていきます。まずですね、クオリティチェックとトリミングですね。ゲノミスワークベンチの中ではですね、クオリティのチェック、まず最初にですね、クオリティのレポートを作成するための、クオリティシーケンシング QC レポートというツールが搭載されています。その他ですね、その次に行います、トリミング、シーケンスリードのですね、トリミングのツールが入っています。こういった処理がトリミングした後にですね、また再度レポートを作成して、処理前と処理後のですね、クオリティを比較するということもですね、できるようになっています。クオリティスコアですね、クオリティチェックのところ、少し出てきますので、クオリティスコアどういうものか少し簡単に説明しておきます。クオリティスコアというのはですね、シーケンサーから出てきたリードというのは、各塩基ごとにエラーの確率の値を持っています。でですね、インポートされた時点でですね、このエラーの確率の数字についてですね、フレットスコアに変換をして、他の、どのシーケンサーのデータでも同じスコアで比較ができるようになっています。このフレットスコアというのはですね、塩基のエラー確率、この P にですね、P 値に対してですね、ログを取ってマイナス10をかけてスコア化したものになっています。このスコアで見ていくと、値が大きくなるほど、エラーの確率が小さくなり、つまり、ベースコールの精度が高くなっていくというようなものになっています。そして、QC レポート、この作成の方なんですけれども、先ほどですね、デモデータでインポートしました、リーフのデータ、こちらのデータを使いまして、ツールボックスの NGS コアツールの中のクリエイトシーケンス QC レポート、それから、ウィザードの、これダブルクリックしますと、ウィザードが起動されます。一番最初にですね、選択しておいたデータが、ウィザードの一番最初の画面で選択されるようになっています。ただですね、後で、実際に行っていただく時間を取りますので、まずはスライドで、こちら画面の方の説明をしますので、画面の方に見ていただいて大丈夫です。そしてですね、次のところで、クオリティのアナリシス解析を行うのか、それから、オーバーレプレゼンテーションアナリシス。こちらデフォルトで両方チェックが入っていますが、オーバーレプレゼンテーションアナリシスでは、角に現れる配列がどういうものなのかという解析を行います。で最後ですね、結果の方、どういったアウトプットを出すかと、クリエイトグラフィカルレポート、それからサプリメントリーレポート。こちら2つチェックを入れていただいて、今日は特に出しませんが、デュプリケートされているような配列のリスト。デュプリケートの有無はですね、このグラフィカルレポート、サプリメンタリーレポートから分かるようになっています。こちらのリストを作るとですね、実際その配列が出てくるというようなものになっていますが、今日は特にこちらはチェックを入れません。で保存はですね、データを保存しまして、それからログを開くと。最初ですね、慣れるまではログを必ずチェックするというようにお客様にお勧めをしています。ではですね、まず私の方で簡単に操作、どんな風になるのかをお見せします。まずですね、ちょっと確認ですね。こちらのリード、ダブルクリックを今しますと、こんな風に開きましたが、開いています。この風にですね、リードのデータを実際目で見ることができるようになっています。こちらですね、シーケン、染色体1本に貼り付いた、リードになっているんですが、かなり量が多いので、当然一つ一つ見ることはできないと。でこのタブのところにですね、マウスを当てて少し置きますと、シーケンスのですね、サイズ、何本のリードがこのファイルの中に入っているのかと。染色体1本分に貼り付いた、RNA 積極のデータになりますが、943,522本と、それでもですね、かなりの量のデータとなっています。そしてこの、クオリティスコア、これがですね、先ほどお話ししましたクオリティスコア、スコア化したものですね、クオリティのエラー確率を、スコア化したものになっています。1塩基ごとに出ていると。で、これもですね、ざっと見ても悪いところもありそうなんですけれども、どのぐらい悪いのかよくわからないので、今からレポートを作っていくと
ということになります。でこちらですね、左下がツールボックスになっています。いろいろツールありますが、この NGS コアツールの中にクオリティシーケンシング QC レポート、 NGS コアツールの上から2つ目にクオリティシーケンシング QC レポートがあります。ちなみにこのツールボックスなんですけれども、この左下からアクセスすることもできますし、このツールボックスからアクセスすることもできるようになっています。中は、内容は全く同じになっています。慣れてくるとですね、このファイルを右クリックして、ここからツールボックスにアクセスするということもできるようになっていますので、皆さん好きな方法で行ってください。今回はですね、わかりやすいようにこちら左下のところから使っていきます。クリエイトシーケンシング QC レポートダブルクリックしますと、この風にファイルが選択されます。そして、NEXT を押しまして、クオリティと。あ、ちょっともしですね、ファイルがこう選択されてないような場合は、こう選んでいただいて、矢印か、またはダブルクリックで右左ですね、移動するようになっています。そして NEXT、デフォルトでこのように選ばれています。ですね、こちら。この矢印戻るボタン、デフォルトの設定戻すというボタンなんですが、デフォルトでこう全部入っているんですけれども、今日はこのシーケンスリストは外しておいていただいて、結果を保存、それからログファイルを見るということで、ログをチェック入れておきます。そして同じフォルダにですね、保存する方がわかりやすいかと思いますので、このままこれでフィニッシュと。そうするとですね、ログが開きまして、処理の内容を確認することができます。レポートを作成するだけですので、非常に簡単に終わります。ここでですね、一旦皆さんも、お手元のコンピューターの方で、このファイル、取り見、クオリティのですね、レポートを作るという操作をやってみていただければと思います。ちょっとよくわからなくなってしまったという方は、スライドの方を見て、ステップの方を確認していただければと思います。NGS のコアツールですね、ここから行ってください。そうですね、行いましたらですね、こちらですね、レポートの方を見ていきます。結果の方ですね、こんな風に2つ、グラフィカル QC レポートとサプリメンタリー QC レポートが出ているかと思います。まず、グラフィカル QC レポートの方ですね、こちらの方を見ていきます。こんな風にですね、実際にですね、処理を実行した日ですね、が出ています。それから、トータルのシーケンスのデータのリード数、それから延期数も出るようになっています。GC ガイドですね。ちょっとですね、こちらのデータ、シーケンサーのですね、1本分のデータを抜き出しただけなので、少しちょっと GC ガイド有料ですね、このちょっとぷこっと飛び出したものがあるんですが、通常ですね、ターゲットツッとするゲノムのですね、GC ガイド有料のですね、中心に、こういったベルカーブの形になっていくかと思います。ここでですね、例えばもし、二山あったりした場合ですね、何かコンタミしているんじゃないか、バクテリアのデータなんかであれば、プラスミドが入っているのかなということをですね、考えたりすることができます。そしてこのアンビギアスベースコンテント、これはですね、N、シーケンサーもですね、全部読めてない場合がありますので、N のような塩基がですね、どれぐらい含まれているのかと。それから、クオリティディストリビューション。先ほど話ししました、クオリティスコアの分布ですね。こちら、割と綺麗なデータになっていますので、30、35以上のデータがほとんどになっています。そして今度がですね、パーベースアナリシス。ここからですね、X 軸が、リードの1塩基ごとですね、これで20塩基目、40塩基目、60塩基目、100塩基目。これですね、このリードのファイルを見てみますと、このリードだいたい100塩基ちょっとの長さがあるファイルになっていますので、この1塩基目から100塩基目まで、カバレッジ、今何もトリミングしていない状態なので、カバレッジが100というふうになっています。そして、ヌクレオチドの分布、コントリビューションですね、これ分布がどうなっているかと。先頭でですね、少しばらつきがあって、少し ATGC ですね、少し若干分かれているような感じと。ね、分かります。GC ガン有料もこんな風になっていると。ですね、曖昧な塩基も最初の方にちょっと残っていると。このあたりですね、トリミングで少し取り除いていくようになります。大事なのがこのクオリティディストリビューションですね。これも0塩基目から100塩基目まで。で、この赤がですね、クオリティスコアのミディアン。この縦軸が先ほどもお話ししましたフレットスコアになっています。赤がミディアンのフレットスコア。そしてこのですね、5%、これ 5% タイル、25% タイル、25% タイルが主分位点ということですね、75% タイル、95% タイルと。
で見ていきますと、若干ですね、5% のデータにおいて、まあ、少し後半部分で下がってくるというようなリードが含まれているのがわかります。そして、よく見られるリードが、ご延期がですね、どういうものかというものが出ているのと、あと、ディプリケーションレベルがどれぐらいあるかですね。こちら RNA-seq のデータになりますので、ディプリケーションといってもですね、それが、PCR のディプリケートというよりは、何か実際発現のですね、コピー数なものだったりする可能性がありますので、それほどですね、ディプリケーションを取り除くということについては、RNA-seq のデータについては、気にされなくても大丈夫かと思います。そして、サプリメンタリー QC レポートの方ですね。こちらの方を見ていきますと、グラフィカルなデータで見たのと同じデータがですね、今度は数値の情報で出てきています。これですね、こちらのデータをエクスポートして、自分の好きなように作図し直すということができるようになっています。エクスポートはですね、すべてこちらのエクスポートアイコンをクリックして、今いただきますと、こういった検索窓でですね、どういうフォーマットでエクスポートできるのか、サポーティッドフォーマットのところが Yes になっていれば、そのフォーマットでエクスポートすることが可能です。こちらのレポートですと、Excel フォーマット、それから CLC の独自の .clc という拡張子のフォーマットなどでエクスポートすることができます。また PDF でもエクスポートすることができます。ではですね、このグラフィカルのレポートですね、これをエクスポートをして、PDF で保存しておくということも可能になっています。ではですね、こちらの結果の説明について、こちらのファイル、スライドの方にも同じような説明を入れております。でですね、今、大体のですね、クオリティの内容がレポートを見て把握できたということでですね、今度はですね、トリミングの方を行っていきます。ゲノミクスワークベンチにはですね、基本的に3種類のトリミングが含まれています。これですね、3種類すべてを行っていただいても大丈夫ですし、どれか1種類だけ行う、またはですね、2種類を組み合わせて行うということが自由に選択できるようになっています。3種類のですね、トリミングを主に、まずはですね、アダプター除去。何かですね、最近はアダプター取り除かれていることも多いんですけれども、シーケンスのアダプターが少し残っていたりと。という場合はですね、アダプターをですね、あらかじめ登録されているようなアダプターで取り除いたり、独自の配列を登録してアダプターを取り除くということができるようになっています。で、クオリティトリミングの方ではですね、クオリティスコアを使いまして、クオリティの低い配列が連続するようなところについて、カットすると。またはですね、正確に読めていないような延期がですね、多くあるようなリードについて、それを取り除くということができるようになっています。この長さによる除去はですね、例えばクオリティトリミングをした後に、100延期あったリードがですね、5延期ぐらいに非常に短くなってしまったというような場合ですとか、10延期ぐらいになってしまった、そういったようなものをですね、取り除いたり、またはですね、ちょっとクオリティトリミングまでしなくてもいいけども、末端だけ、3末端だけカットしよう。例えば今回出たですと、5末端だけじゃあちょっと5延期、10延期カットしようかなとか、そういうことができるようになっています。クオリティのですね、トリミング、ちょっとですね、原理が、少し違っています。ちょっと誤解されることが多いので、少し細かいんですが、説明をしておきます。トリミングですね、クオリティスコアを使うんですけれども、このクオリティスコアをですね、一旦ピーチへ、戻しまして、先ほどのですね、スコア、フレットスコアの逆算をするような形ですね、この、フレットスコアを使いまして、元々の、ピーチのエラー確率に、値を変換していきます。そしてですね、トリミングのウィザードの中で設定しますパラメータ、リミットと呼ばれるパラメータですね。このパラメータとピーチの差を計算します。そしてこの差の累積を計算しまして、0以下の値については0と。トリミング後のですね、リードの開始点、残す開始点というのはこの累積量が初めて0になったところと。トリミングのリードの最終点というのは累積量が最大のところとなりますが、ちょっと文章で説明しますと分かりにくいですので、このような図で説明していきますと、例えばリード配列がこのようにですね、あったとします。そしてフレットスコアがこんな風に4、8、15、30、32という風にあったとします。そうすると、このフレットスコアはですね、ピーチへ変換しますと、このように、4は 0.4、8は 0.16 と、このふうにですね、変換することができます。
そして、まずリミットとピーチ。このリミットが、ウィザードの中で、トリミングの中で設定するパラメータになっていますが、デフォルトですと 0.05 となっています。これ、エラー確率は 5% ということですね。この 5% と、実際に変換されたピーチ、この差を計算します。で、これがマイナスの場合は、累積和のところを0とします。この場合ですと、ピーチが 0.4。リミットが 0.05 なので、0.05 マイナス 0.40 はマイナス 0.35 で、累積のところはひとまず0とします。そして2塩基目のところもですね、ピーチが 0.16 ということで、このリミットとの差は、0.05 マイナス 0.16 ですので、マイナス 0.11 となります。なので、ここもまだ0と。そしてこの3塩基目のところでですね、初めて指定したリミット 0.05 のエラー確率よりも低い 0.03 というものが出てきます。そして初めてこのリミットとピーチの差がプラスの 0.02 というものが出てきます。ですので累積和もここで初めてプラスの値となります。そしてその後もですね、指定したリミットのエラー確率よりも低いもの、つまり精度が高いものがこう連続していくようになります。ですので累積和も増えていくと。この場合 0.2、0.05 足して 0.7、0.07、0.05 足して 0.12 と。ただ途中でですね、少しクオリティの悪いところが出てきたために、この累積和が一旦少し小さくなります。ただですね、0.10 とマイナスが出てきたので、少しクオリティが悪いものが出てきますが、累積和は少し小さくなりますが、その後ですね、またさらに、クオリティがいいものが続いていくと、累積和としてはこう増えていく形になります。そしてあるところからですね、クオリティが指定したリミットよりも、高いものが続いていくと、マイナスが続き、その差がマイナスが続きまして、累積和が下がっていくと。このですね、累積和が最大になったところが、トリミングの残す最終点になります。これをですね、フレットスコアの棒グラフで見てみますと、こんな風になっています。1塩基目から15塩基目まで。フレットスコアですので、高い方がクオリティがいいと。ある時点からクオリティが高くなってきて、あるところで悪くなって、ここですね、あるところで悪くなって、ただその後またクオリティが良くなってきて、まただんだんこう悪くなっていく。で、このデータですと、累積和がいいところが3塩基目ですので、ここのところと。そして最後のところはこの 0.27 のところ、11塩基目ということで、この赤枠の中を残すというような形になります。アルゴリズムとしてはですね、できるだけ長く残そうと、できるだけ長く残せるようにというような、コンセプトで作られていますので、一箇所悪いところが出てきたのでバサッと切るというわけではなくて、少し長めにできるだけ残していくと。でもう少しさらに厳しくしたいなという場合は、このリミットをですね、0.05 ではなくて 0.01 のように下げていただきますと、この赤枠が内側に入るような形で厳しくなるというようになってきます。それではですね、実際操作方法ですね。ワークベンチの方ですね、ほとんど同じように操作をしていただくことができるようになっていますので、最初にですね、データを選んでおいて、それからツールを選んで、ウィザードを開始するというようになります。今回ですね、このまたリーフのデータを使いますので、リーフのデータを選びまして、MGS Core Tools の中のトリムシーケンス、これを選びましてダブルクリック。それからですね、ウィザードの中で選択したデータが選ばれているのを確認しまして、そのまま次へ進みます。トリミングでですね、先ほどお話ししましたリミットですね。で、デフォルトは 0.05 となっているんですが、このリンゴのデータはかなりクオリティが高いので、リミットを少し下げまして、0.01、少し厳しくしてトリミングを行います。で、その次ですね、トリムアンビギアスヌクレタイド。こちらの方はですね、一つのリーダーの中に何本、いくつまで、曖昧な塩基があることを許可しますか、N が入っているものを許可しますかということですが、マキシマムで最大で2個と、でそれ以上になった場合を、リードごと捨てるというようになります。ここですね、数調整いただけるようになっています。そしてその次のところでですね、アダプターのセッティングと。でワークベンチですね、ウィザードを進めていきますと、必ずこの左側にですね、今何をやっているかという説明が出てくるようになっていますので、ご順番にですね、見ながら、今はアダプターの設定なんだなと。今回アダプターは特に設定しませんので、ネクスト。あとでですね、アダプターの設定方法についてはスライドでご説明します。そしてその次がですね、シーケンスフィルタリング。これがですね、長さによるトリミングになります。
上のところ、トリムベーシスというのはですね、5末端または3末端を塩基数を指定してカットすると。まあ、そういうことがしたい場合はチェックですね。でも、まあ、クオリティトリミングをした後にですね、クオリティトリミングはそれほど厳しめにせずにですね、例えば、クオリティトリミングをかけて、さらに3末端を、まあ、1塩基カットする。3末端を5塩基カットするというようなことをされる方もいらっしゃいます。でこのフィルターオンレングスがですね、短くなりすぎてしまったようなもの、またはですね、レポートで何かすごく、明らかに異常にですね、長いものがあるような場合は、フィルターオンレングスの、まあ、長いものを、ね、設定したり、も長いものを捨てるというのも方法で取り除くことが可能です。今回ですね、このリードのデータについてはですね、15塩基以下のものについて、カットするというふうにしたいと思います。で最後がですね、まあ、リザルトハンドリング、アウトプットどうするかと。レポートを作っていただきまして、それから保存、そしてログも作るというふうにしておきます。それではですね、私の方でまず操作の方をお見せしますので、その後また皆さんにやっていただきますので、まだ画面の方を見ていただいて大丈夫です。こちらですね、ファイル開いたままになっている場合は、閉じるようにしてください。でこのようにですね、アスタリスクがタブについているものというのは、まだ保存されていませんよということを表しています。ログファイルはですね、一番最後のところでチェックを入れてもですね、まあ、オープン、開くのみでですね、自動で保存はされません。これ必要に応じて保存をしていただくというようになります。こちらですね、処理が短いものについては特にまあ保存されなくても大丈夫かと思うんですけれども、例えばですね、この後後半で行います RNA-seq ですとか、まあ、皆さん、全ゲノムでですね、やったりする場合は、どれだけ処理時間どれぐらいかかるのかなというのをですね、把握するためにも、まあ、これを保存しておくというのも、便利かと思います。その場合はですね、こちら選択した状態で、セーブボタンをクリックと。そして保存したい場所を選んで、OK とすると、ログファイルですね、このように保存することができるようになります。トリミングの方ですね、このリーフのデータを使って行っていきますので、リーフのデータを使いまして、NGS Core Tools のツールの上から4つ目ですね。上から4つ目のトリムシーケンスをダブルクリックします。そしてですね、ユーザーって選ばれているのを確認しまして、もし選ばれてない場合はですね、また選んでいただければ大丈夫です。で、Next と。デフォルトですと、リミットが 0.05 となっていますので、これだけ1つ直すようにしてください。リミット 0.05 だとおそらく何もトリミングされない。になってしまいましたね。ここちょっと気をつけてください。そしてアダプタートリミング、今回は何も行いませんので、そのままネクストと。こちら、フィルターオンレングスもデフォルトではですね、チェック入っていないので、フィルターオンレングスにチェックを入れて、15として、ネクストとします。そして保存ですね。同じところに保存していただいて大丈夫です。またこのように解析が始まります。これでですね、皆さんの方でも解析の方を行ってみてください。スライドの方のステップを見ていただいても大丈夫ですし、こちらですね、トリムシーケンスダブルクリックして、リードファイルを選ぶと。でリミットを 0.01 にして、フィルターオンレングスを15にするという、チェックを入れるというところだけ気をつけて実行してみていただけますでしょうか。それではですね、私の方で結果ができていますので、その内容を見ていきます。トリミングされた後のデータはですね、元のファイルネームにトリムドという名前がついて出てきます。これダブルクリックして開いてみますと、このスライドですね、見てみると、確かにですね、長さが少しですね、短くなっていることが、こちらのファイルからも確認いただけるようになっています。で、このレポートですね、レポートの方を見てみますと、ここではですね、元々のあったリード数、それからですね、アベレージのリード長、そしてそれがですね、トリム後、どういうふうに変わったかと。トリム後ですね、リード数は94万3千から93万8千になり、大体今残ったものとしては 99.4% が残っていると。で、リードの長さがですね、101から95になってちょっと変わっていると。これがまあ、分布の方ですね、長さの分布の方で少し確認することもできるようになっています。
でですね、こちら、トリムクオリティ、アンビギュアスリム、それからフィルターオンレングス、このオプションでですね、どれだけのリードが取り除かれたのかというのをですね、個別に確認することができます。パラメータをもう少し減らしたい、もう少しあんまりこんなに減らしたくなかったというのを調整をするときにですね、どこを調整すればいいかというのがわかりやすいように、こちらの方で、結果が出ています。今お話した内容、こちらのスライドの方にも書いております。結果のファイル、こんなふうになっていますと。ちょっとすみません、ファイルの結果が違うんですけれども、こちら特に大丈夫です。QC レポートですね。ちょっと簡単なエクササイズというふうに書いているんですけれども、皆さんですね、今、もう QC レポートの作り方、それからですね、トリミングのやり方をやったわけですが、それではですね、トリミング後のデータで QC レポートを作ると。先ほどちょっと簡単にお話しましたが、トリミング前と後で QC レポートを作ることで、クオリティがどれぐらい上がったかというのを確認できますので、ちょっと思い出す意味でですね、QC レポートの再作成というのを、トリミングのデータを使って行ってみてください。思い出せるでしょうか。どのツールを使ったか、どこにあったかというのを思い出せるでしょうか。こちらですね、トリミングのデータを使って、で、QC レポートを作るというのはですね、こうですね、NGS コアツールの中の、Create Sequence QC レポート、こちらを使って行っていただくようになります。ではですね、ダブルクリックしまして、データの方ですね、トリミングのデータが選ばれていることを、確認してください。トリミングのデータを選びまして、X と。で、ゲノムヒトワークベンチですね、以前設定した内容をすべて記憶していますので、特にこちらはですね、注意いただかなくとも全く同じ結果が出てくるようになっています。で、保存したところですね。すると、プロセスの方で、これもすぐに結果が出るようになっています。比較なんですけれども、このグラフィカルレポートを見てですね、こうずっと下ろしていく。この 3.5 のクオリティディストリビューションというところ、これが大事なものになってリンク貼られてますので、ですね、こう見ていくと。で、やはりですね、さっきとどれぐらい良くなったのか、比較したい、並べてみたいというふうに思われるかと思います。ちょっとですね、これ画面の方、私の画面をよく見ておいていただいて、どんなふうにですね、比較をするのかというのをお見せしたいと思います。ダブルクリックしてですね、ファイルを開いていただいて、このタブのところをですね、タブのところでクリックしまして、ずーっとドラッグをしてきて、下、こうですね、色がこう変わるところで指を離すと。そうすると画面をスプリットすることができるようになっています。そしてこう見るとですね、こう下が、トリミング前と。で、後がトリミングした後ということですね。結構綺麗にですね、トリミングできているかなと。まあ、悪いところ、ちょっと気になっているところですね。こういったところが、比較的まあちょっと綺麗になっているかなということが確認できるかと思います。このですね、スプリット、少しで使っていきますので、皆さんこれ確実にできるようにしておいてください。ね、また元へ戻すこともできます。で、これ横にですね、こうやったりすることもできるようになっていますので、こうですね、分化することもできるようになっています。で、並べてみたいと。あと、このですね、できるだけ画面を広く使う方が解析しやすいですので、この三角のところですね、ハイドサイドパネルというふうに隠していただければ、もう少しですね、広く見ることができるようになっています。こんな感じですね。ね。あと、この隠すというところですね、こちらの左側のナビゲーションエリアなんかも隠すことができるようになっていますので、こんな感じで使っていただけるようになっています。これですね、いくらでも広げてみることができるようになっていますので、レポート以外もですね、リードファイルをですね、ここに開いておいたり、これあんまりここにやることないかと思うんですけども、例えばたくさんですね、ファイルがあった場合、レポートをですね、いくつも並べたいという場合は、好きなだけ並べることができるようになっています。このところですね、画面の分割の方をできるようになっていてください。で、慣れてくるとですね、こちらの画面にですね、このレポートもそのままドラッグ&ドロップで投げていただいてですね、ここというふうにやることもできるようになっています。もう一回言います。これですね、これを、このドラッグ&ドロップですね。そして、もう一つのグラフィカルレポートを
もう開かずに直接ドラッグ&ドロップでこのビューアーの領域に投げるということで、画面をスプリットすることができるようになっています。下の方ですね、できるようになっておいてください。あとちょっとですね、最初の午前、最後のところちょっとですね、あとアダプターリストの作成ですね。アダプターリスト今回設定はしませんでしたが、例えば独自のアダプター配列を登録したいという場合はですね、ファイルの中の new のからですね、トリムアダプターリストというのを使って、アダプターの配列を設定することができます。これをクリックしますと、アダプターのですね、名前や配列、ストランドがプラス側なのか、マイナス側なのかというのを設定して、その配列が見つかった時のアクションですね、そのアダプター領域だけを取り除くというのもありますし、それがあったら取り除く、またはこの何かですね、この配列が見つからなかったら、捨てるとかですね、いうことも設定ができるようになっています。で、観点位置ではなくてですね、アライメントを取るような形で、取り除くようになりますので、こういったところのパラメーターも、設定をすることができるようになっています。ですね、まずちょっとこんな感じですね、一旦最初の方の、ビデオの方を、終了させていただいて、後半でですね、RNA-Seq、それから発現差解析のところの説明に入っていきたいと思います。はい、それでは後半を始めていきたいと思います。後半はですね、いよいよ RNA-Seq と発現差解析の方に入っていきます。まずですね、実験デザイン、これまでですね、クオリティチェック、トリミングのところを前半部分では行ってきました。これからですね、RNA-Seq を行いまして、実験デザインの登録、それから発現差解析と進んでいきますが、まずはじめにですね、RNA-Seq のマッピングのところをですね、少しご説明させていただいて、関連するパラメータなども合わせてお話しさせていただきます。RNA-Seq の原理なんですけれども、皆さんすでに説明をお聞きになられている方も思いますが、改めまして、RNA を抽出して、メッセンジャー RNA の分割を取り出し、そこから cDNA を作成し、そして遺伝子トランスクリプトへマッピングしていくというような流れになっています。このマッピングのところですね、どういった原理でマッピングされているのか、それに絡むパラメータはどうなっているのかというところをこれからお話をしていきます。CLC のマッピングなんですけれども、主にですね、この2つのステップからなっています。ローカルアライメント、参照配列と似ている場所、リードが参照配列と似ているところを探すと。それから、フィルタリング、どの程度一致しているもの、類似しているリードをその後の解析に残すかというところになります。このローカルアライメントなんですけれども、こちらが最初のステップというふうに書いてはいるんですけれども、ゲノムのですね、端から端までを調べるというよりは、このローカルアライメントをする前にですね、インデックスというステップが入っていまして、ゲノム側のですね、インデックスを取りまして、あらかじめですね、似ているような箇所、だいたい100箇所ぐらいをですね、ローカルアライメントで厳密に見ていくというような流れになっています。ローカルアライメントのところからなんですけれども、ローカルアライメントはですね、スコアリングというような方法で、似ている箇所を見ていくようになるんですけれども、マッチするスコアをですね、1、リード配列とですね、参照配列が一致したときに、マッチスコアを1としまして、ミスマッチコスト、コストというとですね、マイナスをつけるというふうにイメージをしてください。ミスマッチコストを2と。ちょっとシンプルな例で説明しますので、マッチとミスマッチコストだけを考えて説明をしていきます。例えばですね、リード配列が20塩基という長さであった場合に全てが一致した場合、この場合はですね、アライメントスコアが20というふうになります。これはマッチスコアが1なので、1×20塩基の20スコアというふうになります。そして次にですね、こちらの例を見てみます。こちらの例ではですね、リードの末端部分が1塩基ミスマッチとなっています。ローカルアライメントではですね、末端部分のミスマッチはですね、ミスマッチとはカウントしないようになっていますので、この場合は19塩基がマッチをして、アライメントスコアは19というふうになります。この真ん中の例ではですね、末端部分と真ん中のところ、この2つがミスマッチとなっています。そしてですね、ミスマッチのコストを適用するのはこの真ん中のところになります。
こちらのアライメント負荷の計算の方法は、一致している箇所が18塩基なので、18スコア、そこからマイナスの2、コスト、ミスマッチコストのマイナス2を適用しまして、アライメントスコアは16となります。そして同様にですね、こちらも、一致している箇所が16、ミスマッチのコストを適用すると箇所が3箇所ということなので、16-6 のアライメントスコアが10というふうになります。こんなふうにですね、一番アライメントスコアが高くなるような場所を、見つけていきまして、そこをですね、最も、似ている場所というふうにしていきます。したらですね、このミスマッチコストだけではなくて、インサーションコスト、それからデリーションコストもですね、同じように考慮して、どこの場所が最も似ていると考えられるかということを行って、調べていきます。そして次にですね、最も高いアライメントスコアをですね、の場所が決まった後に、どのリードを残すのかと。これはですね、完全一致しているようなリードもあれば、8割程度が一致しているリード、半分が一致しているリード、10割程度しか一致してないリードなどですね、それぞれ類似度がまちまちとなっています。そしてですね、その後、カバレッジの計算をしたり、発言量を計算したりするときにですね、どのぐらい似ているものを残すのかというのをですね、設定するのはこのフィルタリングのステップになります。ゲノミクスワークベンチの中では2つのパラメータを使って、このフィルタリングを行っていきます。まず1つが、レングスフラクションというもの。これはですね、フィルターをかける際に考慮する長さとなります。シミラリティはですね、レングスフラクションで規定した長さのうち、どの程度類似しているかという、この類似しているものを残すかという、この類似している、類似度をですね、設定するパラメータになっています。例えばですね、デフォルトの例で考えてみますと、例えばリード長が100塩基だったとします。デフォルトのレングスフラクションのパラメーターは 0.8 と設定されていまして、これはリード長の 0.8、つまり100塩基 ×0.8 の80塩基を対象にしますと。そしてデフォルトのシミラリティがさらに 0.8 と。これは80塩基中 0.8 かけて64塩基。この 0.8 がシミラリティですね。80塩基中の64塩基が完全に一致していることが残す条件となります。ですので、リードの中でですね、連続する80塩基のうち64塩基以上が一致していれば、それは残しましょうというようなアルゴリズムとなっています。これですね、なぜパラメータが2つあるのかと。似ているのであれば単に 0.8 とかですね、0.6 とかにすればいいんじゃないかっていう、考えもあるんですけれども、手出し検査のリードですね、トリミングのところでも少しお話をしましたように、末端部分がですね、あまり綺麗でなかったりというようなことがありますので、例えば前半部分であったり、真ん中部分であったり、ある程度ですね、このあたりはかなり似ているだろうというようなことをですね、設定したい場合がありますので、そういった細かなニーズに応えられるように、パラメーターは2つとなっていますが、ちょっとそういうの難しいな、考えるのちょっと面倒だなというような場合は、レングスフラクションをですね、1として、そしてですね、シミラリティだけで調整するというようなことも可能になっています。それではですね、実際に RNA-seq の方をやっていきたいと思います。前半部分と同じようにですね、まずスライドで説明をしまして、それから私の方で、デモで流れをご説明します。でその後ですね、ビデオを止める等をしていただいてですね、操作していただいても構いませんし、皆さんも慣れているようであれば、私が実際にデモするときに一緒に手を貸していただいてもいいんじゃないかと思います。それではですね、スライドでまず説明していきます。昨日ですね、リンゴのですね、葉っぱの、リーフの位置、このデータについて、トリミングまで行いました。このデータを使って RNA-seq を行っていきます。このデータをまずナビゲーションエリアから選びまして、ツールボックスの中の、今度はトランスクリプトミクスアナリシスの中の、RNA-seq アナリシスの中の RNA-seq。ちょっと階層があるんですけれども、そのツールをダブルクリックします。そうすると、ウィザードの方が起動しまして、最初にナビゲーションエリアで選んでいるデータが選ばれています。選ばれてなければ、矢印ボタンで選んでいただければ大丈夫です。そして次にリファレンスですね。ゲノミクスワークベンチ必ずこの左側に、ウィザードの 左側にですね、今何をやっているのかという、設定項目の概要が出てきています。二つ目のウィンドウでは、リファレンスの選択と。そしてリファレンスの選択3種類あります。一番上がですね、ゲノムアノテーティッド with ジーン&トランスクリプト。これはですね、ゲノムにジーンとトランスクリプト、遺伝子とメッセンジャー RNA のようなアノテーションがある場合。
そして二つ目がですね、ゲノムアノテーティッドウィズジーンオンリー。これはですね、ゲノムに遺伝子のアノテーションのみがある場合。例えばですね、バクテリアのような、イントロがないような場合ですね。そして三つ目がですね、ワンリファレンスシーケンスパートランスクリプト。これはですね、一つの配列を一つのトランスクリプトとみなしますよという場合。例えばですね、EST の配列であったり、またですね、モデル生物ではないような非モデル生物のような場合ですね、トランスクリプトを、アデノバーセンブリ等で構築しまして、そのできたコンティグ配列をですね、トランスクリプトと仮定をして、それにリードを貼り付けていって、で発現量を測るというようなことをしますので、そういった場合はこちらですね、リファレンスの配列だけが分かっているような場合と。そしてこちらマッピングのオプションですね。このマッピングのオプションはですね、上の方がマップトゥージーン臨場オンリー、指定した遺伝子の領域にのみマッピングしますよと。でその下のですね、オーソマップトゥインタージェニックリージョン、これはですね、ゲノム全体、遺伝子と遺伝子の間にも、もしかすると新規のゲノム、新規の、トランスクリプトが何かあるかもしれないというような場合にですね、ただ、そうつけるために、ゲノム全域にマップしますよと。でこのファーストとなっているのはですね、ゲノミクスワークベンチのマッピングがですね、ゲノムの長さに依存してスピードが変わるために、このようになっています。遺伝子の領域のみにマップすれば、ターゲットとする領域が小さくなりますので、その分速くなると。精度についてはですね、どちらで、ゲノム領域全部にマッピングした場合も、遺伝子のみにマッピングした場合も、精度自身は変わらないので、ファーストというのはそういった理由で、速くなるというふうに覚えておいてください。で今回のデータはですね、ゴールデンデリシャスのゲノム、ゲノムと遺伝子と、それからメッセンジャー RNA のアノテーションが分かっていますので、それを使っていきます。ですので、リファレンスで選ぶところは一番上のゲノムアノテーティッドウィズジーンのトランスクリプトを選んでください。そして、リファレンスの方はですね、このホルダーに虫眼鏡マークのところをダブルクリックしていただきますと、選択するウィンドウが出てきます。そこで、ゴールデンデリシャスリファレンスゲノムのホルダーの中から、ゲノムの配列を選びます。そして同様にジーンとメッセンジャー RNA を選ぶとこのような形になってきます。マッピングの方はこの遺伝子領域のみで、行っていきます。そしてこちらですね、マッピングオプション。こちらがパラメーターになっています。先ほどの原理で説明しました、ミスマッチコスト、インサーションコスト、ディリーション、それからデリーションコスト、こういったものが選べるようになっています。マッチのスコアについては常に1ということで、特に変更することはできないようになっています。それからレングスフラクションシミュラリティ、これがフィルタリングのパラメーターですね。こちらの方も変えれるようになっています。もう一つですね、グローバルアライメントというオプションがあります。これはですね、この上のアライメント、これ、デフォルトではですね、ローカルアライメントになっているんですが、グローバルアライメントというのは末端を必ず一致させるようにですね、マッピングさせる方法になっていますが、チラシ検査ではほとんど使われることがないので、特に、何かですね、どうしてもという場合、何かどうしてもグローバルアライメントがやりたいという場合でなければ、このチェックを外しておいて大丈夫です。その次はですね、カラースペースアライメント。これがソリッドのデータになります。そしてその次がですね、オートディテクトペアディスタンス。ペアがですね、データがペアでですね、自動で設定した、インポートの時に設定したペアの距離があるんですけれども、そうではなくて、自動で推定させたような場合は、ここにチェックを入れておくと、自動でですね、適当なペアの距離をデータから判断して設定してくれるようになります。そしてストランドスペシフィック。ストランドスペシフィックの RNA シック、フォワードスペシフィックやリバースペシフィックやった場合は、こちらで選べるようになっています。それからマキシマムナンバーオフヒットフォアリード。これはですね、一つのリードが、何箇所まで、ヒットする、同じアライメントスコアでヒットすることを、許容してマップさせるかと。例えばですね、同じエクソンを、一つの遺伝子にですね、複数トランスクリプトがあって、エクソム1を共有しているとかですね、そういう場合、リードが複数回ヒットすることが考えられます。ただですね、これ10となっているのは10回以上ヒットした場合は、そのリードはもうアンマップドにしますよというような設定になっています。最大30まで設定することができるようになっています。そして発現量ですね、発現量、デフォルトではトータルカウント、トランスクリプトにですね、エクソン領域にマップされたトータルのリードのカウントを、発現量というふうに考えます。こちら他の値にも変えることができるようになっています。それからですね、こちらカリキュレーター PKM4 ジーンウィザートランスクリプト。これですね、遺伝子
の、まあ、トランスクリプトの情報がない場合、メッセンジャー RNA の情報がない場合に、遺伝子の長さをですね、遺伝子の長さを使って RPKM を計算しますよと、したいですという場合ですね。今回の遺伝子の長さもメッセンジャー RNA の情報もわかっているので、これにチェックは入れませんが、例えば、非モデル生物でトランスクリプトの、コンティグですね、トランスクリプトと考えるな場合に、その長さから RPKM も、その長さを、トランスクリプトの長さとして計算した場合は、こちらにチェックを入れるというようなことになります。でですね、こちらが最後ですね、レポートとですね、それから、アーマットリードも作っておいてもいいかなと思います。時々ですね、このアーマットリードの方が興味の対象となることがあります。RNA-seq でですね、マップされないリードがどういうものなのか、もしかすると何か新規のトランスクリプトであったり、参照配列と似てないけれども、それが重要なものであったりする場合もありますので、そういう場合はアンマップとのリードを集めて、デノバアセンブリを行って、で、できた配列、コンティグに対してですね、ブラストを、コンティグを、ブラストをかけて、何かですね、どういう機能のものが、そこにあるのかというのを見たりするということができるようになっています。それではですね、私の方のゲノミクスワークベンチを使って操作の方をお見せしたいと思います。操作慣れている方は一緒にやっていただいてもいいかと思いますし、後で少しですね、ビデオを止めていただいて行っていただいてもいいかと思います。こちらですね、リーフの1番のデータ、トリムされたこのトリムドというデータを選んでおいて、RNA-seq ダブルクリックでウィザードを開いていきます。選ばれてない方はですね、こちらダブルクリックをしたり、矢印キーで移動することができるようになっています。NEXT ですね。デフォルトだとこんな風に何も選ばれていませんが、今回はゲノムとですね、遺伝子とトランスクリプトありますので、こちら選びます。そうするとこの3つ選ぶようになります。このゴールデンデリシャスのですね、リファレンスゲノムを開いていただいて、で、今度ジーンですね。基本的に該当するアノテーションだけがハイライトされるようになっていますので、それほど間違わずに選択することができるようになっています。そしてマップする領域は遺伝子の領域のみ。でこちらパラメーターですね。このマッピングのパラメーターなんですけれども、どういうものか忘れちゃったなっていうの場合はですね、このクエスチョンマーク、こちらをクリックしていただきますと、該当するマニュアルのところに行きますので、この辺でですね、マイニングマッピングオプションかな。ね、こういうところを見ていただきますと、パラメーターの箇所にですね、別の見ることができるようになっています。テストランドスペシフィックですね、フォワードリバースを設定することもできるようになっています。エクスプレッションバリューはデフォルトのままで進んでいきます。そして今回ですね、レポート、それからアーマットのリードどんな風な感じになるのかですね、見せてしまして、ログも作ると。でですね、一番最後にですね、ウィザードの中で一番最後に選んだデータのところにですね、保存しますかというふうに聞かれています。今回もアノテーションを選んだので、ゴールデンデリシャスのフォルダの中になっていますが、データの、としてはですね、リーフのデータになりますので、リーフの1のフォルダを選んで、フィニッシュと考えたいと思います。そうしますと、こんな風に、処理が走っていきます。こんな感じですね。こちらですね、ここの中で、もしですね、非常に時間かかりすぎるような場合は、ここで止めていただくこともできるようになっています。そんなに時間はかからないかと思うんですけれども、もしですね、うまく実行できないですとか、ちょっとエラーになったりですとか、時間かかりすぎるという場合はですね、この RNA-seq プロセスの中にですね、全部のデータですね、結果を作ったものを置いていますので、この中からですね、この先を進めるということも、できるようになっています。あともう少しで、そんなにこの時間かからずに、染色体1本分のデータなので、それほど時間はかからないかと思います。はい、結果の方出てきました。ファイルがですね、一気にこう増えたんですけれども、処理をですね、いろいろやっていると、自分が作ったですね、処理を仕掛けた結果がですね、どこにあるのかなっていうのが、ちょっとですね、すぐにパッとわからなかったりします。特にデータがたくさんですね、増えてきますと、どの結果だったかなとわからなくなりますが、この黒い三角のところから、ファインドリザルトですね、これを選んでいただきますと、作ったデータの結果を見ることができるようになっています。
この結果の方を一般に見ていきますと、こんな風になっています。遺伝子の名前、それから染色体、それからですね、領域と、そして発現量ですね。この発現量の方、トータルカウントですので、トランスクリプトに貼り付いたリードの本数なんですけれども、小数点以下の00がついているんですが、こちらリードの本数になっていますので、混乱されないようにしてください。でですね、その他の値、こういったところですね。RPKM は常に表示されるようになっています。その他ですね、エクソン、エクソンにまたがるようなリードですとか、ユニークなものですね、というのが出てくるようになっています。この括弧 GE というのが人エクスプレッション、遺伝子レベルのデータになっています。この括弧 TE の方がトランスクリプトレベルのエクスプレッションと。トランスクリプトのレベルのエクスプレッションではですね、例えばこのように、遺伝子の名前、遺伝子の ID にアンダースコアがついて123とあるようなものは、1つの遺伝子に3つトランスクリプトがあったんだなと。こちらの場合ですと、ずっとトランスクリプトがあったんだなということがわかるようになっています。これらですね、それぞれ発現量が、割り振られています。この割り振り方法はですね、基本的には、それぞれのトランスクリプトにユニークに、マップされたリードの本数を、それから、トランスクリプトの長さをもとに分配されるような、方法になっています。そしてですね、こちらの方が、マッピングの、リードですね。こちらの右下がですね、マッピングの、ズームイン、ズームアウトを行うためのツールになっています。左側がですね、セレクトモード。マウスがこう矢印になってますね。これで高さをこう変えたりすることができます。そして右側のその次はですね、こうズームですね。で、マウスを当ててこの小さいですね、三角形のところをまあクリックしていただくと、まあ、マイナスだったり、パンモードに変更することができますが、マウスですね、もう一回当ててみていただくと、ショートカットキーが出ています。例えば、ズームインですね。ズームインはコントロール2。それからですね、ズームアウトはコントロール3ですよというような風にショートカットキーが出ていますので、ここからですね、コントロール3とすると、今ちょっとアイコンが変わったのがわかりましたかね。コントロール2で変わる感じですね。矢印キーも同じようにですね、コントロールの1というふうになっているので、ここでコントロール1とすれば変わると。コントロールですね。このズーム、プラスになった状態で、こう、大きくしていくと、順番にですね、どんな風に貼り付いているのかというのを1塩基レベルで確認することができるようになっています。で、拡大ですね、縮小はですね、キーボードのプラスマイナスでも行えるようになっています。なので、コントロールとか使わずにプラスマイナスでもできるようになっています。こちらがマイナス2分のズームバーですね。これも使ってもらっても大丈夫です。で、その次がですね、ズームフィット。これはですね、これをクリックしますと、この一番最初に見えた染色体1本分にですね、こうパッと圧縮した情報が見ることができるようになっています。で、この11の方はですね、ズーム2ベースレベルと、そこに何か延期があれば見えるようになっています。こんな感じですね。で、あとですね、この矢印モードにですね、切り替わった時点で、ここですね、ドラッグ&ドロップのにしていただきますと、こんなふうに赤い線が2本出てきます。もう一回やってみますと、自分が見たい領域をドラッグ&ドロップですね。そうするともう一つアイコンがこのようにアクティブになります。これがズームトゥーセレクション。選んだ領域をマックスにするようにですね。ここでズームトゥーセレクションですね。こんな感じで大きくすることができるようになっています。これもショートカットキーがついていまして、これはコントロールの5をすれば大きくなると。こんな感じになっています。で、こちらのですね、説明なんですけれども、これ今ですね、今ですね、リードが0本目から13本目までは AGCT が全部見えるようになっています。そして13本目から370本、ここまではですね、全部表示しきれないので、こんな風に青い色で全部塗りつぶされていると。これですね、矢印に切り替えていただいて、これを高くするというのももっとたくさん見る方法の一つとなりますし、マウスある方はですね、オルトキーを押しながら真ん中のスクロールボタンを押していくと、ゆっくりですね、ここが数字変わってるのわかりますね。見える範囲をですね、変えることができますので、中にはですね、やはり最後まで全部見たいと。で、基本的にはですね、バリアントがある
場合はバリアントが上に来るようにアライメントをですね、リードの並びをですね、行っていますが、まあ、少しまばらに入っているような場合なんかはですね、やっぱ全部見たいと、まあ確認の意味も込めて全部見たいという方もですね、まあ、結構いらっしゃいますので、そういう場合は、オルトコントロールで順次見ていただくことができるような、こういうとことかですね。場合によってはですね、まあ、順番に見たいとかですね。ここ今あんまり、なんですけど、まあ、こういうとことかですね、こうやって、折るときですね。こんな感じで、まあ、全部見ることができると。こうなってたんだなと。まあ、全部見ると安心という場合もありますし、いろいろ目視で確認したい場合もあります。この後ですね、この色が薄くなっているところはですね、アンアラインドのボタンですね、アライメントが取れてない場所ですね、でミスマッチとしてないような場所は、この色は薄くなっていますので、ちょっと気をつけておいてください。この辺とかもそうですね。この辺とかですね、なっています。この辺のズームの機能をですね、動かしたりするのは、慣れておくようにしてください。でこの点線のところがですね、まあ、リードのがですね、XNX のジャンクションとですね、つながっているところが、こんな風に点線で表示されています。でこのデータですね、ペアエンドで、ほとんどのデータがうまくペアでマップされているので、すべて青になっているんですけれども、ペアがですね、まあ、片方だけがマップされたりですとか、指定した距離に収まっていないような場合は、シングルエンドのデータとして扱われまして、青ではなくて赤や緑で表されるようになっています。緑はフォワード側にマップされたもの、赤はリバース側にマップされたもの。また黄色いリードはですね、複数箇所に同じアライメント、スコアでマップできるものになっています。こちらはですね、デフォルトでは、マップランダムリーという形で、ランダムにどっか一箇所にマップされるようになっています。はい。あとですね、アンマップドの、リードですね。マップされなかったものも、インポートしたリードと同じようにマップされています。あとですね、まあ、レポートですね。こんな風に、マップした、まあ、シーケンスのリードの統計情報、それからリファレンス側の統計情報、遺伝子の一つあたりにトランスクリプトがどれぐらいあったのか、トランスクリプトあたりのエクソンの数はどれぐらいあったのか、ね、そういったものが出ています。で、一つ大事なのがですね、このペアドディスタンスですね。マップされたリードがですね、きちんと指定したペアの範囲に収ま、ペアの距離のディスタンスの範囲に収まっていれば、こういった分布がですね、きれいにすっぽり入るような形になっています。ただですね、時々ペアの距離がですね、思ったよりも、まあ、短かったりなかったりということで、この分布がですね、途中で切れているような場合があります。その場合はですね、せっかくのペアがですね、ペアと認識されずに、シングルエンドになってしまっていることがありますので、そのような場合はですね、再度、ペアを指定し直して、ペアの距離を指定し直して、まあ、マッピングするというようなことでですね、まあ、よりペアとして、マップできるリードがね、増えることもありますので、そちらの方が妥当だなという場合は、そのように設定をしてください。ただもう一つですね、すみません。先ほどの、マッピングですね。このマッピングのリードトラックですね。こちら、ここからですね、トラックリストというものを作ることができるようになっています。このですね、データ、このようなデータをですね、まあ、トラックというふうに呼んでいまして、今この状態ですと、マッピングされたデータですね。こう色がハイライトされているところはですね、参照配列と違いますよと。ゲノム配列と違いますよということなんですけれども、じゃあゲノム配列は何だったのかなというのは、ゲノム配列を見ないとちょっとわからないので、このビューアーでもですね、見えるようにするために、クリエイトトラックリスト、こちらの方をクリックします。そうすると今こちらはですね、このマッピングの結果が選ばれています。このマッピングの結果と照らし合わせてみたいのは、ゴールデンデリシャスのゲノムの情報と、それから、まあ、遺伝子、あと、まあ、メッセンジャー RNA もですね、メッセンジャー RNA にちゃんとマップできているかどうかという意味で、そしてフィニッシュをします。そうすると、こんな風にですね、マッピングのトラック、ゲノムトラック、ジーンのトラック、メッセンジャー RNA のトラックが出てきます。並び替えを変えるのはですね、この名前のところでトラック、そして、こう上にですね、ずらして手を離すと。で、まあ、個人、皆さんの好みによるんですが、私はこのジーンとメッセンジャーレンジを順番に並べるのが好きなので、ここをちょっと短めにしてですね。で、あとは、先ほどのズームと同じような形ですね、こうズームして行っていってみますと、このようにですね、あ、ちゃんとマッピングされてるなと、この辺に変異がありそうだなとかですね、っていうのを確認することができるようになっています。
一度ですね、こんな風に、やったものですね、ここからまた取り除いたりですとか、取り除いた後でもですね、ここからまた今度は一回トラックリストを作ってしまうと、あとはドラッグ&ドロップで追加することができるようになっています。すいません。それではですね、少しスライドの方に戻りまして、それはですね、今説明しました内容の方、スライドの方にも記入しております。結果のファイルですね、ジンエクスプレッショントラックがあって、トランスクリプトエクスプレッションレベル。それからマッピングのトラックですね。それから RNA-seq。すいません。が入っています。で、レポートの方ですね。で、トラックリストの作成の方ですね、こちらの方も今説明した内容となっています。でですね、RNA-seq、発現者解析なんですけれども、最初のこちらの図にあったようにですね、複数のサンプルでですね、レプリケートがあったり、したりですね、あとケースコントロールとあるわけなので、複数のサンプルにおいて同じ処理をしないといけないと。で、その時に使われるツールがですね、バッチ処理、それから、ワークフロー、解析のパイプラインを作るというツールになりますが、このバッチ処理とワークフローが使うことができるようになっています。バッチ処理というのはですね、一つの解析を複数のサンプルで同じように行うというもので、例えばトリミングですとか RNA-seq、ウィザードを起動したときにですね、実はここに小さくバッチというものが出ていました。これにですね、チェックを入れていただいて、データが入っているフォルダーを選択するというようになります。データが入っているフォルダーを選択して、実行させますと、同じ処理を、全てのデータについて行うことができるようになっています。この例ですと、トリミングを、複数のデータに。で、このフォルダーの中に入っているデータが対象となりますので、このフォルダーの中に入っているシーケンスデータですね。例えばですね、何か余分なものが入っている場合は、ファイルネームにこれだけを含むもの、または、ファイルの名前にこれが入っているものは取り除いてくださいと、実行しないでくださいという選択ができるようになっています。そうするとですね、フォルダーの中、結果の方はですね、同じ、元々のデータがあるフォルダーと同じフォルダーに保存されるようになっていますので、こんな風にですね、結果の方が出てくるようになっています。ただですね、先ほどもちょっとお話、この図を何度かお見せしているんですけれども、解析の方ですね、RNA-seq を一度に4サンプルとかっていうわけではなくて、QC をやってトリミングをやって RNA-seq というようにですね、解析、いくつかのツールを使って解析をする。そしてそれが複数あるという場合ですね。こういった場合はワークフローツールを使うと、大変便利に実行できるようになっています。ワークフローツールの方ですね、別の資料で、別のですね、資料の方を用意しています。簡単にデモでですね、やり方の方をお見せしたいと思います。でですね、ワークフローツール、こちら、ニューワークフローというのをですね、クリックしますと、こんな風に、まだ何もないエディターの状態になっています。ここでですね、今回、前半部分から行っていましたのは、ですね、QC レポートを作りまして、そこからトリミングをしまして、トリミングした後にまた QC レポート、そしてその結果を使って RNA-seq、という形だったかと思います。今これツールをですね、ここに並べておきまして、まず最初、この一番上を選んだ状態でインプットとしますと、インプットがつながります。インプットのデータでレポートを書いてで、この下がアウトプットを表していまして、作りたいアウトプット、右クリックをしています。右クリックで、このデータのアウトプットはこれですよと。インプット、アウトプットの指定が終わりますと、この赤い文字が全部消えるようになっています。赤い文字のところに何かしないといけないという感じですね。で、ワークフローのインプット、このインプットのデータをトリミングします。で、トリムされたデータをまた QC レポートを書くと。そして、アウトプットですね。だんだん赤のところがなくなっていくのがわかるかと思います。そして、トリムされた配列について RNA-seq ですね。RNA-seq のアウトプットをこのように出していくと。というようになっています。で、何もないところを右クリックでレイアウトをしますと、適当にですね、うまくレイアウトの方も整えてくれるようになっています。ね。で、これどんどん大きくなると、サムネイル使ってですね、また見ていくこともできます。で、これパラメータはですね、
このツールの真ん中をダブルクリックしていただきますと、パラメータ設定できるようになっています。例えばですね、トリミングちょっとパラメータを変えてですね、実行したいなというような場合はですね、並列に実行させることができますので、トリミングのパラメータをですね、例えば今回のデータであれば 0.01 段ですね、変えていますので、こういうふうにですね、変えてですね。で、また、ですね、そこからですね、ここに分岐というのはできないので、できるのかな。できましたね。こんなふうにですね、ちょっといろいろすごく大変になるんですけれども、こんな感じでですね、実行することができるようになっています。でですね、ここから実行方法なんですけれども、ここから直接、ランと走らせまして、例えばですね、まだ、これに対してさらにバッジをかけることでですね、まだ例えば実行してないようなデータですね、これについて、トリミングと RNA-seq を実行するというようなことができるようになっています。参照配列とかですね、順番に設定していくと。RNA-seq のパラメータの方もですね、同じように、ユーザーでやったのと同じようにパラメータやけども、中島これで設定しておいてもいいですし、実行時に、また変えてもらってもいいですね。こんな感じで、ことができるようになって、ね。で、こちらですね、ここから実行するだけではなくてですね、これを一旦保存していただいてですね、こちら一旦保存していただきます。このインスタレーションという、ボタンがアクティブになります。これですね、名前など一応入れていただいて、で、オプションでですね、このワークフローをこのローカルのコンピューターにインストールしますか、またはですね、他のコンピューター用にインストールを作成しますかというオプションがあります。このインストールザワークフローオンユーローカルコンピューター、これを選んでフィニッシュをしますと、こちらですね、このワークフローツールのところから、ね、今作りました DBCLS のですね、ワークフロー。これが、同じように実行することができるようになっています。このように登録しておくことでですね、何かルーチンでよく使うようなものはですね、あらかじめ自分たちで、もう作って決めたものを使う、決めたものを、毎回実行するということができるようになっています。このワークフローですね、この鍵マークがあるんですけれども、鍵を外しておけば毎回設定することができますし、鍵を閉じておけば、もう決めた、このデータのみで、リファレンスは必ずこれを使うというように、実行時に変更できないようにすることも可能になっています。今回こちらデモだけですので、特に皆さんの方ではやっていただかなくても大丈夫です。ではですね、スライドの方に、また戻りたいと思います。それではですね、これからいよいよ発現者解析の方を行っていきます。今ですね、今回はですね、このリーフの 1のデータのみの RNA-seq を行っているんですが、この後ですね、実験データの登録を行ったり、発現者解析をするときには、すでに処理済みのデータの方ですね、処理済みのリーフの2、ルートの1、ルートの2を使って、実験データの登録と発現者解析の方法について確認していただくようになります。発現者解析の方ですね、発現者解析をする前に、まず実験デザインの登録ですね。現在ですね、RNA-seq の結果が4つあると。ただですね、ゲノミクスワークベンチにはどれとどれがケース、同じグループで、どれがコントロールなのかといったことが、全く分かっていません。ですので、その登録をするために、エクスパリメントというですね、ツールを、エクスパリメントというものを作るようになります。このエクスパリメントのツールは、トランスクリプトアナリスクの一番上にあるセットアップエクスパリメントというもので、作成をしていきます。セットアップエクスパリメントの方ですね。こちらもトランツールボックスの中からセットアップエクスパリメントツールですね、選んでダブルクリックしていただきまして、今度はですね、ジーンエクスプレッションのレベルの RNA-seq データを4つ選んでいただきます。これはですね、RNA-seq プロセスと、リーフの1はですね、常に作っているものがありますので、リーフの1の RNA-seq の結果と、まだ作っていないものはですね、こちらはすでにもう作っているものを使っていくようにします。リーフの2、ルート1、ルート2、すべて同じレベルですね、GE のレベルを選ぶようにしてください。こちらは TE、トランスクリプトエクスプレッションでも行うことができますが、混ぜることはできませんので、同じレベルのデータを選ぶように気をつけてください。そして次にですね、エクスパリメント、トゥーグループコンパリソンとマルチグループコンパリソンとありますが、トゥーグループコンパリソン、今回は、
リーフとルートということなので、2群の比較を行っていきます。トゥーグループコンパリソンの方、ちょっとコーナー指数のこのアンペアとペアドですね。これリードのペアエンドかどうかを聞いているのではなくて、統計的にこれが対応付けがあるかどうか、ペアとして対応付けがあるかどうかを聞いています。この対応があるかどうかというのは、同じサンプル由来のデータなのかどうかということを指しています。例えばですね、薬剤の投与前、後ですとか、何かの薬の服用の前後とかですね、そのように同じ検体で処理の前後を比較したような場合ですね、データに相関が出てきますし、分散の計算の方が少し変わってきますので、そういったものを登録しておきます。今回のデータはですね、異なるサンプル由来の根と葉っぱのデータになりますので、アンペア度で行っていきます。それからエクスプレッションバリューですね。こちらの方は、最初に規定をしたトータルカウントですね。トータルのカウントのままでいきますので、こちらと。そしてグループの方が、リーフとルートというふうに名前を付けておいて、今度、次のウィンドウで RNA-seq の結果をですね、それぞれのグループに割り付けると。これで初めてですね、ゲノミクスワークベンチは、これはリーフのグループなんだなと。名前はリーフとなってるんですけども、その名前とかは全然考慮してないので、グループのにアサインされて初めて、この RNA-seq の結果はリーフなんだなと。これはルートなんだなっていうのが分かるようになります。そしてですね、結果の方はこんな風に、テーブルとして出てきます。それではちょっと私の方でもですね、デモでお見せします。こちらですね、皆さんもしてこのようにウィンドウがたくさん開いていましたら、結構それはメモリを使いますので閉じていきます。このトラックリストだけですね、保存をしておいてください。また後で消しちゃったって方はですね、作り方を説明しますが、一応保存、今できる方は保存しておいてください。それではですね、エクスパリメントの方ですね、このトランスクリプトアナリシスの一番上にあります、セットアップエクスパリメント。これをダブルクリックしていきます。で、データの方ですね、この GE となっているものを選ぶと。と、長くして見やすくしておきます。で、リーフの2や、ルートの1、ルートの2はですね、ここの、処理済みのものを使っていきますので、こんな風にですね、選んでください。リーフとルートの1、2、この4つが選ばれているのを確認して次へと。データの方、アンペアードですね。そして、今設定されているトータルカウントを発言量として、設定をしていきます。で、グループの名前ですね。リーフとルートですね。で、これですね、右クリックでアサインしていく感じですね。右クリックで選ぶと。そして、保存ですね。で、保存もちょっとわかりやすい場所に保存しておこうと思います。さっきトラックリストを保存したところに保存しておきます。この他分かりやすいところに保存していただければ大丈夫です。そうですね、こんな風に出てくるかと思います。皆さんの方でもですね、これでビデオを止めていただいても結構ですし、このように作ってみてください。できた方はですね、ダブルクリックで結果の方を見ていきましょう。こちらですね、非常に長い、横に長いテーブルになっています。リーフのデータですね。こうずっとありまして、これリーフと書いてあってですね。こうリーフのデータがずっと2つ同様にルートもなっているんですが、ちょっと見やすくするためにですね、この右側の設定パネルのところから、このサンプルのデータですね、サンプルのデータ全部リセレクトにしてみて、エクスプレッションバリューだけを出してみますと、今こんな風にですね、こうですね。で、リーフとルートですね。で、リーフとルート、名前がですね、最初になっている方、これですね、グループ1にした方が、リファレンス側になっていますので、リーフですね、2と、で、ルートが1と、ルートの方が、分子側になっているので、まあ、こんな風にマイナスがついていると、ボルテージマイナスがついているということですね。こんな風になっています。平均値はですね、そのエクスプレッションバリューの平均値になっています。で、これからですね、発言者解析の方を行っていくわけですけれども、RNA-seqの結果からですね、ルートとリーフの違いを調べるということを行っていきます。
7.0 からですね、新しく搭載されました、エンピリカルアナリシスオブディファレンシャルインプレッション。こちらですね、オープンソース、R に入っています HR と同じものをですね、搭載しています。ゲノムキスワークベンチの中ですね、複数の統計テスト、統計検定が含まれていますが、ガオシャンテスト、プロポーショナルテスト、エンピリカルアナリシスオブ DGE はですね、プロポーショナルテストとまあ独立したような形でツールとしては見えているんですが、基本的にはですね、まあ、比率検定と、比率の検定というふうに持っていただければわかりやすいかと思います。で、ガーシャンテストの方はですね、今はマイクロアレイに使っていただくように考えていただいて、プロポーショナルテストもですね、カルズテストやバガナーズテストは、まあ、政治用にもともと作られているもので、エンプリカナレス PG はですね、まあ、RNFIC 用というふうに、ご紹介をしています。レプリケートがですね、まあ一応基本的には必須となっています。で、カルズテストだけですね、不要にはなっているんですけれども、やはりレプリケートがないとどうしてもフォールスポジティブが多くなったり、結果の精度としてはですね、どうしても劣ってきますので、レプリケートを必ず取っていただくことを強くお勧めしています。発言世界的ですね、まあ、このカウントデータ、カウントデータを使っていくわけですけれども、カウントデータでですね、用いられる統計分布、こちらはドライボンの方にも書いているんですが、統計分布はですね、まあ、パーソン分布が、まあ、元々は、よく使われているものでした。まあ、理由としてはですね、まあ、平均値と分散が、同じという少し特殊な分布にはなるんですけれども、その分パラメーターがですね、推定するパラメーターが一つでいいということで、まあ、よくですね、使われると。まれ投げ事象をですね、に対して使われるものではあるんですけれども、まあ、こういった理由で使われることもあると。ただですね、こちらは DSIC というオープンソース、他のオープンソースのですね、またツールの論文になるんですけれども、その中でですね、RNSIC のデータというのは平均値が多くなるとですね、まあ、分散が少し高くなってきてですね、まあ、必ずしもこうですね、まあ、リニアな関係ではないということをですね、この論文ではですね、まあ、そういった点を示唆していて、パーソン分布ではダメだろうと。ということでですね、負の二項分布ですね、というものが使われるようになってきました。まあ、その二項分布はですね、そういったようにパーソン分布が当てはまらないときに使われる、まあ、分布の一つになっています。ですね、分布ですね、まあ、データが負の二項分布に従うと仮定をして、で検定ではですね、エグザクトテストを使っています。エグザクトテストはですね、フィッシャーのエグザクトテストがよく有名なので、まずフィッシャーのエグザクトテストをですね、この例に当てはめて、そこからですね、この HR に入っているエグザクトテストの違いを説明したいと思います。フィッシャーのエグザクトテストはですね、こういった分割表からまあ考えると理解しやすいというふうに言われていますが、例えば発現解析の場合ですね、遺伝子 A があって、で今回の条件ですと、リーフとルートというふうになっています。残りの遺伝子ですね。これでですね、遺伝子 A ですね、リーフとルートの合計の数がこのようにあると。そしてこの合計の数から、リーフでですね、遺伝子 A が出てくる、組み合わせというのがこれだけあると。そしてですね、残りの遺伝子で、リーフが出てくる可能確率というのは、組み合わせというのはこれだけあると。そして全体がですね、N から、まあ、この条件、リーフを出してくるのはこれだけあるというような風にすると、こう確率を計算することができるようになっています。で、これですね、フィッシャーのエグザクトテストをこのようにして、このピーチがですね、あまりにも、偶然とは思えないほどですね、まあ、低い場合、まあ、稀な組み合わせであるという場合にですね、これが統計的に、まあ、ランダムに起こるような現象ではなくて、何か、まあ、優位に差があったと言えるだろうというように、判定をするわけですが、フィッシャーのエグザクトテストはですね、データの分布がですね、まあ、長期化分布を仮定していますが、HR の場合は、負の二項分布を仮定してですね、レプリケートに対応できるようになっています。それからですね、あと R に搭載されている HR はですね、エグザクトテスト、それとですね、もう一つ、検定、複数の要因の検定に対応できるように、GLM、ジェネラライズドリニアモデル、日本語では一般化線形モデルというものが搭載されています。この複数の要因ということなんですけれども、今回はですね、グループは2つあるんですが、要因としては1要因の検定になります。これ要因というのは、まあ、組織の違いですね。組織という要因1つでグループが2つと。でそういった場合はこういったリクザートテストでいいんですけれども、例えば、この組織の違い以外に、まあ、時間であったりですとか、
ですね、何かですね、まあ、薬の散布の有無ですとか、そういったものが入った場合には、また違ったですね、少し複雑なモデルでの検定が必要となってきます。そのような場合に使われるのが、まあ、一般化線形モデルになるんですけれども、ゲノミクスアドベンチスですね、現在エグザクトデスのみが搭載されていまして、まあ、今後この一般化線形モデルの方も搭載する予定というように聞いています。その他の方法ですね、こちらの方も少しドライボンの方に書いているんですけれども、まあ、仮定する分布ですとかノーマライズ法、それから検定、こういったところでですね、まあ、あのツール比較、まあ、違いを見るという意味でですね、違いを見ると、少し分かりやすいんじゃないかということで、こっちにちょっと簡単に記載しています。それではですね、実行方法の方ですね。実行方法もですね、このエクスパーリメントセットを選びまして、トランスクリプトアナリシスの中のスタティスカルアナリシスのエンペリカルアナリシスオブ DG、これを選びます。で、データの方ですね、このツールのエンペリカルアナリシスオブ DG の中でノーマライズがされるようになっていますので、特にノーマライズ等はですね、気にせずにこちらの方を選んでいただいて大丈夫です。そしてこれをダブルクリックしますと、ウィザードの方が立ち上がります。そして、デフォルトとですね、トータルカウントフィルターカットオフ。これはですね、発現量があるとするための最小のカウント数ですね。ある遺伝子において、その遺伝子、条件を含め、全部ですね、全部含めて、リードがですね、5本以上ないと、発現があるというふうにですね、カウントして、コモン、共通のですね、分散の計算に含めませんよと、それはノイズであろうということで、コモンのですね、共通のディスパージョンを計算するために、最低必要となるカウント数をここで規定しています。これも R のデフォルトと同じ値になっています。それからタグワイルディスパージョンですね。こちらの方は、これでタグというのはですね、遺伝子になっていまして、この遺伝子ごとのばらつきを計算する、指定するかどうかと。まあ、だいたい遺伝子ごとにですね、そのばらつき具合はですね、違うと思いますので、これはチェックを入れたままで大丈夫です。それからですね、オールペアにします。すべての組み合わせ。今回ですと、リーフに対して、ルートに対して、どちらをリファレンスにするかと。今回、リーフをですね、リファレンスの方にしたいと思います。それからですね、今度、ピーチのですね、補正の方ですね、こちらの方、ピーチの補正、ボンフェローニと FDR で行っていきます。で、結果の方ですね。結果の方がエクスパーリメントのテーブルに追加されるような形で出てきます。私の方で、やり方の方をまたお見せしていきます。皆さん慣れている方は、もう一緒にやっていただいても大丈夫です。こちらですね。トランスクリプトミクスアナリシスのスタティスカルアナリシスの中のエンピリカルアナリシスオブ DG。こちらをダブルクリックします。そしてテーブルが選ばれているのを確認します。そして、こちらですね。これデフォルトでこのようになっていますので、このままネクストと。デフォルトではですね、このようになっていますので、リーフをですね、リファレンスとしまして、ボンフェローニと FDR、両方チェックを入れていただきます。そして、セーブですね、ログファイル、これかなり簡単、すぐに実行できますが、ログファイルを出しておきます。こちらのですね、この中に結果の方が追加されるようになっています。見ますと、こうですね、H テストの方ですね、こんな風に出てきています。ここからですね、簡単にフィルターをかけることもできるようになっています。例えば FDR で 0.05 以下とかですね、何かあったのかと。そこ435個あったというふうにフィルターをかけることができるようになっています。あとテーブルでですね、相当をかけると。このテーブルのヘッダーのところでクリックすると相当がかけられるようになっています。ね。で、今度はですね、これをトラックリスト、先ほどですね、マッピングですね、マッピングの結果を、メッセンジャーレーニアゲノムと一緒に見ました。発現量に差があった遺伝子これだというのもあれなんですけども、それはまあゲノム、マッピングの結果がどうだったのかなというのと合わせてみると、それもまた面白い発見があるかもしれませんので、トラックリストの方も作っていきます。トラックリストの方ですね、エクスパリメントです。エクスパーリメントのテーブルを選んでいただきまして、トランスクリプトミクスアナリシスの2つ目のクリエイトトラックフロミクスパーリメント、こちらの方を選択して、ウィザードを起動させます。そしてですね、今回、統計テストも、検定も行っていますので、フィルターベースとのスタティスカルアナリシスリザルト、こちらでですね、フィルターを数にかけた結果、統計的に優位に差があると思えるも、考えられるものについて、フィルトラックを作っていきます。ピーチの方は FDR にしまして、p バリューが 0.05 以下、
フォローチェンジが 1.5 倍以上というものですね。まあ、p バリューやフォローチェンジ、どちらか一方だけ設定したい、片方設定したくないという場合は、まあ、p バリュー設定したくないという場合には1と、フォローチェンジには0と入れていただければ、どちらか一方だけでフィルタリングかけることも可能になっています。そうですね、こういったものが出てきます。こちらも私の方で、やり方の方をお見せします。このテーブルの方をですね、選んでいまして、トランスクリプトアナリシスの Create Track from Experiment ですね。そして、デフォルトこんな風になっていますので、フィルター入れ、チェック入れまして、ここですね、出てして、False Discovery Date FDR を選びます。そして、保存と。そうするとこんな風に出てきます。皆さんの方でもこちら作ってみていただけますでしょうか。で、こちらですね、使い方なんですけれども、先ほどトラックリストですね、すでに保存されている方はこれにですね、まあ、こうクリックと入れていただいて、名前のところをダブルクリックしますと、発言にですね、差があったもの、選ぶと該当箇所に飛ぶようになっています。ね。ちょっとですね、もしかするとトラックリストを、作って保存するのを忘れたという方がいるかもしれないので、トラックリストを最初から1から作るところから、お見せしたいと思います。トラックリストをですね、1から作る場合はですね、トラックツールですね、こちらのクリエイトトラックリスト、こちらを選んでいきます。そして、ゲノムですね、ゲノム、それからジーン、そしてメッセンジャーレンジと。で、リーフのデータ。今回ですね、ルートのデータも、マッピングの結果用意していますので、アレンジチェックプロセスの中のルートのデータも一緒にあってもいいかと思います。そして、これですね、忘れないようにこの、一番最後に作りました、トラックですね、エクスパリメントのトラックの方も加えて、このようにしてみてください。先ほどのそのトラックリストで、ルートを入れてなかったなという方はですね、ルート入れてない方も、それと入れてない方は、ドラッグ&ドロップすればルート入りますので、ルートまだ入れてないなという人はドラッグ&ドロップで入れてみてください。そうするとですね、こんな風にですね、まあ、パッと見ただけでもですね、もう、リーフとですね、ルート、かなり発言に違いがあるなということがわかるかと思います。ルートの方がですね、やはり初期ということでいろいろとバリエーションがあるのかなと。で、名前のところでですね、今ダブルクリック。この名前のところでダブルクリックというのがちょっと、裏技のような感じなんですけれども、名前のところでダブルクリックすると画面がスプリットされるようになっています。そしてですね、このエッジテストの FDR ですね、これで相当かけてみまして、何かですね、一つ選びますと、該当する箇所にですね、今もう一回言ってますね、こうグレーの防線が立つようになっています。これは選択されているということになりまして、ズームトゥーセレクションを見ていただきますと、こうですね、リーフの方では発言がたくさんあって、ルートの方では発言が少ないというようなものが見えてきたりですね。こんなふうにルートの方では発言があるんだけれども、リーフの方ではないというものがあったりと。こうですね、いろいろと見ることができるようになっています。で、これですね、当然、他のレプリケートのですね、例えば、リーフの2ですね、リーフの2はどうだったのかとか、それからじゃあルートの2の方はどうだったのか。ね。というのもですね、合わせてみることができるようになっていますので、まあ、それぞれですね、レプリケートの、まあ、状態ですね、マッピングの状態なども比較の中に入れることができるようになっています。ですね。これ結構綺麗ですね。流れているようなデータですね。ね、こんな風になっているので、リピケートのマッピングされ具合の違いなども、見ることが簡単にできるようになっています。以上ですね、こんな感じでですね、RNA-seq と発言差解析をゲノムスワークベンチの中で行っていくことができるようになっています。ハンズオンの方のですね、実習は、ひとまずここまでとなります。この後ですね、少し残った時間、少し、あともう少しお時間いただいてですね、簡単に、キアゲンバイオフマテックスのですね、製品になります。インジュニティパスエアナリシス。ご存知
つい、まあ、もう、たくさんの方ご存知かもしれないんですけれども、キアゲンの方はですね、CLC バイオ、それからインジヌイティ、そしてバイオベースを買収していまして、この3つの、製品、会社がですね、キアゲンバイオフォマティクスとして活動しています。ゲノミクスワークベンチでですね、発現差が出た、もの、今回リンゴだったんですけれども、例えば人やマウスだった場合ですね、このいった場合には、インジヌイティのパスアナリシスでさらに解析を行っていただくことができるようになっています。インジェニティの方はですね、15年間もの間、ナレッジベースをメンテナンスをして製品の開発を行っています。このナレッジベースというものかといいますと、主にですね、論文ですね、数千に及ぶ論文をですね、キュレーション、人によってキュレーション、これも MD や PhD レベルの人たちがキュレーションを行っています。からですね、一部データベースの方も使っていると聞いていますが、MD や PhD レベルの人たちが論文を読んで、その中からですね、この遺伝子はこの発現が勝っている。まあ、こういう実験があって、こういうアップダウンが確認されているというようなものをですね、まあ、ファインディングとして抜き出しまして、そこからですね、まあ、オントロジーに分けてですね、まあ、表現系であったり、細胞レベルのメカニズムであったり、病気との関連や、分子レベルのメカニズムについてですね、ネットワークを制御しまして、エンジニティのナレッジベースの中にデータベースとして保存をしています。でですね、このインジニティパスアナリシスはマイクロアレイでも非常に使われておりまして、現在ですね、2015年の7月の時点で論文数、IP を使った論文数が14,311本と、数の方もですね、順調に伸びてきているような状況になっています。実際ですね、このデータはどういうふうになっているのと、例えばですね、まあ、今ですね、皆さんのところに有意差があった遺伝子のリストがあるというふうにイメージをしてください。でそしてですね、まあ、有意差があった遺伝子、まあ、1個や2個ではなくて、大体ですね、まあ、10、それから多い場合は数百というふうに、非常に多くの遺伝子がですね、有意差、アップダウンがあったと。それとですね、もう、どういう関係だったんだろうと、まあ、有意差があったものがこれだけあったけれども、それぞれどういうふうになっているんだろうというのを探していくというのはかなりですね、至難の業ですね。まあ、論文を見てもですね、その遺伝子の名前だけでですね、まあ、たくさん非常に論文があって、アップダウンをしているのがどうなっているのか、さらにその他の分子との関連はどうなっているのかというのをですね、調べるのは、まあ、かなりですね、労力がかかる作業になってきます。これですね、そのリストとですね、アップダウンの情報を、インジェニティパスアナリシス、IPA 入れますと、ナレッジベースに照らし合わせまして、あ、これは、どういう機能のパスウェイが動いているのか、それからですね、どういうバイオロジカルプロセスが動いているのか、アップダウンしているのか、そしてですね、その上流ですね、その上流を調整している遺伝子というものはどういうものが考えられるのかといったような、様々な情報を出してくれます。例えばですね、一番最初基本的な解析を行いますと、このようなレポートが出てくるようになっています。これでですね、含まれている自分が IPA にですね、送った PA にで解析をした遺伝子のリストというものですね、どういうパスウェイが動いているのかと。それもこれもフィッシャーのグラフテストになるんですけれども、39個、パスウェイの中に39個遺伝子があって、その中で自分のリストの中に含まれる遺伝子は9個あったと。でこれがまあどれぐらいの、ピーチになるのかというのをですね、計算をしてですね、どのパスウェイがまあ関連してそうなのかというのを調べていくと。さらにですね、まあ、アップストリームレギュレーターなども自動で出してくれるようになっています。そして追加で必要になるんですけれども、さらにですね、アップストリームレギュレーター、直接の影響だけではなくて、その上のですね、マスターレギュレーターになるような遺伝子が何だったのかというのもですね、調べて出してくれるようになっています。それから、病気や生物学的な機能で関係してそんなものはどういうものなのかというのも出てくるようになっています。これですね、レポートだけではなくて、バーチャートであったりですとか、これパスウェイですね、見つかったパスウェイのバーチャートですね、p バリューはスコア化されていたり、さらにアップダウンの内容がどうなっているのかですね、アップレギュレーション、ダウンレギュレーションがですね、どれぐらい、含まれている、その中でダウンレギュレーションしていたものが、この中に何かあったとかですね、いうのがわかるようになっています。そしてですね、リストに含まれた遺伝子を実際にパスウェイにオーバーレイさせてみることで、どのあたり、パスウェイでもどのあたりに影響があったのかなというのを見ることができるようになっています。そしてですね、アップダウンの情報も使いつつ、さらに予測をすることもできるようになっています。これがアップダウンしているときは、他にですね、どういう影響があるのか。
またですね、例えばこの遺伝子、これをノックダウンしたらどうなるのかというようなところもですね、予測ツールを使って予測することができるようになっていますので、興味があるパスウェイについてですね、この部分をノックアウトさせたら、それは、でですね、その下流がですね、周りがどのように変わるのかというのを予測させることもできるようになっています。そしてそれぞれのですね、パスウェイ同士のつながりですね、関連しているのか、またこのつながり、遺伝子が共通のものがどれぐらいあるのかですとか、そういったものも見ることができるようになっています。当然ですね、見たことがないような遺伝子については、ジーンビューを使ってですね、その遺伝子に関する詳細の情報を、見ることができるようになっています。そして上流ですね、上流で調節をしていると思われるようなレギュレーターがどういうものになるのかというようなもの、そしてそれの機能なんかもですね、ここから見ることができるようになっています。これフィルターもかけることができるようになっています。さらにですね、こういったものを図示してみることでですね、上流にはこういう遺伝子があって、それによってですね、こういう影響が出ているんじゃないかというようなことを分子レベルでですね、具体的に見ることができるようになっています。でこちらですね、病気や機能ですね、そういった、病気や機能に関連するどういったところでですね、アップダウンがあるのかとかですね、どういうところに影響があるのかというのを見ることができるようになっています。でですね、アップストリームレギュレーター、さらに、この表現系との関係も見ることができるようになっています。これが一番上がですね、レギュレーターがありまして、この真ん中がですね、自分のリストに含まれていた遺伝子、そして、そのダウンにですね、どういったフェノタイプがあるのか、で、怖くなっていくのはですね、これが阻害して、阻害側に影響しているだろうというようなこと、こういったものが見ることができるようになっています。もう少し分かりやすいケーススタディの方でお話していきますと、例えばですね、これはがんの細胞の図になるんですけれども、ある遺伝子をですね、ノックダウンすると、がんへの浸潤性、これ赤いのは浸潤性なんですけども、浸潤性が収まって、このスネイ1というのがオーバーエクスプレッションすると、細胞がですね、浸潤が回していくというようなことが分かっています。ただ、この具体的なですね、分子基準についてはよく分かっています。なぜこうなるのかということがよく分かっていない。その場合ですね、データをですね、IPA の方へ持っていきますと、このスネイ1というのと、この細胞の浸潤性についてですね、関係しているんではないかと思われる分子をこうリストアップですね、過去の論文でですね、こういうつながりがある、こういうつながりがあるというものをですね、リストアップしてくれるようになっています。当然ですね、この遺伝子については詳細の情報をジーンビューで見ることができますし、例えばですね、この CLCA2 というものですね、これどうなっているんだろう、どうしてこれが出てきているんだろうというような場合はですね、論文情報、こちら論文のキュレーションからですね、できているデータベースで元の論文情報にも戻ることができるようになっています。その中でですね、どうしてこれが関係していると選ばれたのかというのを探ることもできるようになっています。またですね、こちら、ダウンレギュレーションしているときはですね、浸潤性がないと。じゃあ、これをアップレギュレートした場合ですね、どうなるのかというのを、推測してですね、それによって、変わってくるもの、アップするもの、ダウンするものというのをですね、見ることで新しい仮説を立てることができるようになっています。この他にもですね、IPA は様々な、かなり様々な使い方ができるようになっていますので、ご興味ある方はぜひ、ご連絡をいただければと思います。で次にですね、ブラスト2号というプラグインですね。こちらはですね、今まで、IPA の方では否定やマウスの話だったんですが、遺伝子発現、ユーザーシーケンサーで使ってですね、非モデル生物でも遺伝子発現解析が行われるようになっています。一般的な流れとしてはですね、リードのクオリティチェック、トリミングをした後に、リード、RNA のリードをですね、デノバアセンブリーでつなげまし、のようなもので、つなげまして、トランスクリプトを再構築します。トランスクリプトを再構築したら、それに対してリードを貼り付けて、RNA シック、発現量を測定して有意差があるもの、何かケースコントロールをやはり用意しておいて、差が見られるものはどういう配列のものだったのかと。またですね、このデノバアセンブリーで作りました、センブリーを作りましたコンティグに対してですね、遺伝子の本当にですね、発現する領域があるのかどうかというのも調べたり、またですね、例えばこの発現差があったものでもいいですし、その配列がですね、どういうアノテーションになっているのか、
ブラストでですね、似ている配列を探しまして、そこからジーンオントロジーを見ていく。それからですね、インタープロスキャンなどで、ドメインやモチーフ構造を見ていくというようなこと。で、このブラスト2号はこの GO やインタープロのアノテーションを助けるためのツールになっています。ブラスト2号というのはですね、バイオバム社が作成しているツールになりまして、無償版と有償版。有償版がバイオブラスト2号プロというものになりますが、2つございます。このブラスト2号プロをですね、ゲノミクスワークベンチの中でも実行できるようにと作成されたのが、ブラスト2号プラグインになっています。でこのプロですと、クラウドブラスト、クラウド上でのブラストを行うことができるようになっています。ですので、手元にですね、大きな、ブラストを大量にかけるようなコンピューター環境がないような場合ですとか、ちょっと非常に大きなですね、ブラストをかけたい大量のデータがいう場合はですね、こういった機能を使うことで、より簡便にですね、ブラストをかけて、アノテーションを行うことができるようになっています。で結果の方はですね、こんな風になっていまして、例えば、配列をですね、ブラストをかけて、そこから GO をかけて、これ、直接のですね、GO のカウントを出てるんですけども、どういった、ジーンオントロジーのものが多かったのか、またですね、ヒットしたデータベースはどういうものが多かったのか、それからですね、ジーンオントロジーですので、こういったツリー構造で書くことができます。色が濃くなっているのがですね、そこに関係する遺伝子が多かったと、遺伝子はヒットしたものが多かったというような結果をですね、このように見ることができるようになっています。そしてですね、アノテーション付けをしたもの、アノテーション付けをされた配列についてはですね、それをまたさらに、ゲノミスワークベンチの中も同じ中なので、戻すことができるようになっていますので、例えば、RNA シックを行って、発現の有意差が出た、ものが分かったと。で発現の有意差が出た、遺伝子、コンティグの配列の名前に対してアノテーションをつけて、それをですね、発現量の強さと合わせて一つのテーブルにまとめるということもゲノミクスワークベンチの中で簡単に行うことができるようになっています。このふうにですね、発現差解析、そこリストが出て終わりではなく、そこからまたさらにいろいろと解析を続けなければいけないんですが、そこからですね、その次のツールについてもいくつかご紹介させていただけるものがありますので、興味ありましたらぜひご連絡いただければと思います。本日ですね、本来であればそちらの、お伺いしてお話すべきところだったんですが、ちょっとですね、どうしても出張でままならないということで、ちょっといろいろですね、質問があって、ちょっと直接回答できないのが非常に残念なんですけれども、ぜひですね、気軽にこちらまでメールをいただけましたら、いろいろとですね、引き続き、会員のフォローアップさせていただきたいと思います。今回ですね、ご利用いただいています、ワークベンチの方ですね、2週間のトライアルライセンスでですね、全機能使えるようになっております。まだ少し期間あるかと思いますので、ご興味ある方はですね、ぜひ引き続きいろいろな機能を、試してみていただければと思います。それでは、本日と長い時間どうもありがとうございました。